皆さんこんにちは。昨年2010年はフードテック元年、その9月30日にこのフードテックスタジオバイツをローンチしました。その時は日本を代表する食の企業6社と開始したんですが、その後にいろんな方から参加したいというお声をいただきまして、今は18社そして3自治体が参画するというこれまでになかった取り組みということで、いろんな方からお褒めをいただきまして、我々大変勇気づけられました。日本を代表する食の会社というのは、振り返ってみれば今の世界の食のレベル、美味しさや安全をここまで引き上げた、いわば元祖イノベーターだと我々は思っています。他方、近年新しい技術や新しい視点でこれまでになかった商品とかサービスを作った、いわゆるフードテックのスタートアップ、こういう方たちは新興イノベーター、また全く違うバリューを持った人たちです。このプログラムは日本を代表する食の企業の方々、いわゆる元祖イノベーターが新興イノベーターとともに、これまでになかった新しい商品やサービスを共に作り出し、それを通じてより皆さんの健康とか、より地球をきれいにとか、そういうビジョンでもって昨年開始いたしました。去年の10、11、12でこのビジョンを世界に発信し、世界中のフードテックスタートアップに呼びかけました。35カ国から約200の会社から応募がありまして、そこを厳選し最終的に85社を採択しました。年を明けて今年、その85社と日本の元祖イノベーターあたる10社が出会いを始めました。出会いといってもコロナ禍ですから、実際ミーティングをしたり握手したりできません。ですが、これまでにやったことがない方法や使ったことがないツールを皆さん駆使して、この3ヶ月強の短時間の間になんと200以上のミーティングで活発にコラボレーションの議論が進みました。これを私は大変誇りに思っています。今日はその3ヶ月ですけれども、その短期間に生まれたいくつか、多くの話は今現在進行形ですが、その中いくつかをまずご紹介したいと思います。同時に、参加企業は皆さん大企業、大企業のやり方で、大企業の考え方で普段はやっておられるところが、ここに飛び込んでスタートアップの目線で、スタートアップのスピードでやってみた。そうするとこんなことが今までは考えてなかった、こんな気づきがあったといういろんな言葉をいただきました。ですから今日はそれに加えて、そういう日本の大企業の方々の学びもぜひ皆さんにシェアしたいと思います。短時間でも新しいイノベーションやコラボレーションができる事例、そして日本の企業の方がそのチャレンジから学んだことを広くシェアすることによって、これをご覧になっている方々、食産業であってもなくても新しいチャレンジを、新しい産業を作ろうとするその試みに何かのヒントになれば我々は大変光栄に思います。それではまずこの3ヶ月間の歩みを林間の方からご紹介します。はい、それではですね、次は私林間の方から、プログラムの振り返りを簡単にさせていただければと思います。改めまして、フードテックスタジオバイツマネージングディレクターの林間です。よろしくお願いします。で、前回ですね、9月30日にキックオフということで、こうした形でですね、 YouTube ライブでも発信をさせていただきましたが、それから、今回の4月までですね、実はたくさんのパートナーの方にもご参加いただきまして、大変いろんなアップデートがありました。ですので、ちょっとそれを、簡単に振り返りながらご紹介できればと思います。で、まずはですね、9月30日に、6社のパートナーの皆さん、それから4社の戦略パートナーの皆さんと一緒に始めますということでアナウンスをさせていただきまして、それとともにスタートアップの募集もしますということを、開始させていただいたわけですけれども、そこから、2回ほどプレスリリースも出させていただきましたが、全部でですね、18社3自治体の皆さんに入っていただけるまで、たくさんのパートナーが入っていただいた本当に大きいプラットフォーム、プログラムになりました。
で、それに合わせてですね、9月に募集を開始した、スタートアップというところですけれども、こちらも、世界中から本当に30カ国を超えるところからですね、218社のスタートアップに集まっていただきまして、そこから我々とパートナーの皆さんのディスカッションを通じて85社、18カ国85社のスタートアップに、参加いただいたというところで、1月からですね、パートナーの皆さんとスタートアップ85社との間で、どんなコラボレーションができるのかというようなミーティングを複数、繰り返してきていただきました。で、そのミーティングもですね、この4月に至るまでに全部で200回を超えまして、本当にたくさんのいろんな可能性が今まさに、足元で進行しているというような段階です。でですね、まとめスライドがですね、ここに出ていると思いますけれども、18社3自治体というだけではなくですね、全部で210回のミーティングが行われたりとかですね、あとは皆さんにですね、スタートアップってどんなところなんだろうとか、どんな人たちなんだろうということを、知っていただくというような形でスタディセッションというものも、実施したりしたんですけれども、そういったものもやりながら、ずっと進んできたというような形になっています。で、実際に どんなパートナーの皆さんに最終的にご参加いただいたかというところがですね、この今出ているスライドですけれども、こちらを見ていただくと分かる通りですね、本当にたくさんの方にご参加いただきまして、さらにどのロゴも見てもですね、皆さんが知ってるなと言っていただけるような会社かなと思います。で、こんなこう皆さんにですね、本当にスタートアップ と、200回を超えるミーティングをしていただく中で、我々もワクワクするようなですね、組み合わせがたくさん出てきていてですね、今後、どんなものが生まれてくるんだろうというところがですね、主催者の我々としても本当に楽しみだなと思っているところです。で、少しですね、スタートアップについてもご紹介をできればと思うんですけれども、85社というふうに差し上げましたが、いろんなカテゴリーからということで、右手を見ていただければ分かるんですけれども、ネクストジェンフーズと書いてますが、いわゆる機能素材ですね、こういった、代替タンパク、植物性プラントベースみたいなものの、食品素材みたいなものから、ウェルネスだったり、それからサステナビリティといった本当に多種多様なカテゴリーのスタートアップに参加いただいています。で、地理面で見てもですね、18カ国というところで、実は応募ベースだとですね、アフリカなんかからも応募があったりしたんですけれども、本当にたくさんのスタートアップにご参加いただきました。で、それだけではなくですね、三位一体ということで、パートナー企業とそれからスタートアップだけではなくて、我々、開始時にも申し上げましたが、やっぱメンターっていうのが本当に大きいパーツだと、思っておりまして、多種多様な、分野からですね、専門の分野から、30名のアドバイザーの皆さんに最終的にご参加いただきまして、本当にいろんなアドバイスをいただけるような環境も整ってきたなというふうに思っております。で、少しそれ以外のですね、こういったまとめ以外の取り組みもご紹介できればなと思うんですけれども、実はワークショップみたいなものも今回やりまして、というところも背景として、我々としてはせっかくこんなにこう横並びで、いろんな食品会社の皆さんだったりとか、普段はこうご一緒しないような本当に他に類を見ないようなですね、大きな取り組みになったので、そういった場を生かしてですね、あと横側の議論もたくさんしてもらおうというところで機会を設定しまして、一堂にこうオンラインとかも活用しながらですね、食品会社の皆さんにこう横の連携というところで、普段はこう競合と言ってしまいそうなところの会社さんにもこう自由闊達に、オープンなマインドでお話をいただいたというところがあります。で、それからですね、それだけでなく、1月からお話しいただいたというところで、スタートアップとパートナーの皆さんでのミーティングの前にですね、やっぱりこうコロナ禍で、今まではこうアクセラレータープログラムというと実際に対面で会ってですね、お話をいただいて、どんな会社か知ってもらうというところが通常の運営の仕方だったんですけれども、やはりこういった状況ではそういったことも難しかったので、ショートピッチと言いまして、スタートアップ自身からこう自社のアピールをさらにいただくようなビデオを送っていただきつつ、それからスラックなんかも活用したりとか、あとはズームなんかももちろん活用してですね、まさに同じ時間でこう身近にいるような形で、できるだけこうミーティングができるような形のセットアップも我々の方でもお手伝いをさせていただいて、200もの超える、ミーティングができてきたというような形になっています。今後はですね、今フェーズ1がちょうど一区切りというところで、さらにフェーズ2に進んでいくところでありますけれども、今まさに足元で進行しているその複数のコラボレーションの種を、もっともっとですね、育てていくというところに我々自身もサポートしていければと思ってますし、それからそれだけでなく、フードテックのスタートアップも今後もっとこう世界中で、日本からも、海外からも出てこようというところなので、そういったところにもアプローチをしながら、やっていければというところで、ご興味をこれをご覧いただいてですね、ある方というのはぜひご参加いただければというふうに思っております。
というところまでですね、私からの、プログラムの詳細というところでの、ご紹介でしたけれども、この後の、コンテンツでですね、そういった先ほど申し上げた複数のコラボレーションの種もいくつか、事例としてご紹介できればと思っておりますので、では早速ですけれども、この次、スタートアップのご紹介ということで、我々の中から面白いなと思ったスタートアップをいくつかご紹介させていただこうと思っております。それでは、早速ですけれども、その次のセッションに移っていければと思います。ありがとうございました。はい、じゃあですね、先ほどの、振り返りの詳細パートから打って変わりまして、次は、スタートアップ自体をですね、85社採択した上でいろいろお話しいただいたんですけど、我々としてもここが面白かったよというのをちょっとご紹介したいなと思います。そうですね、85社も、いろんな分野ありますんで、それぞれ特徴もあれば、もう一つパートナーの方から見た時にここが面白い、ここが優れているっていうのは、これ我々が分からないものもあるんで、それを両方ご紹介したいなと思ってます。はい、なので、いわゆるベンチャーキャピタルとしての我々も見つつ、プロの食品会社の皆さんから見たコメントも交えて、皆さんにですね、この会社ってこんな面白いんだってところを知ってもらえればというところでちょっとやりたいと思います。それではですね、最初はイクソンですね、はい、1社目はイクソンという会社でして、2017年にできた香港のスタートアップです。でここはですね、 ASAP という真空無菌包装の略ということなんですけど、簡単に言うとですね、低温調理した肉をオイル漬けにして真空パックにして、みんなが簡単に手に取れるようにすると、そんなテクノロジーの会社です。いや、調理してない肉が 2,3 年常温で保存できるって聞いて本当と思って結構びっくりしたんですけどね。そうですね、我々だけじゃなくてですね、こんな会社があるよというところで、パートナーの皆さんにもご紹介した時にですね、本当にという話になりました。結構口々にちょっと一度話したいというような話になりました。はい、ということでですね、せっかくなんで我々がずっと喋っててもしょうがないので、フェリックスという CEO から熱いメッセージが来てますので、まずはちょっと自己アピールということで、会社のメッセージに移りたいと思います。はい、じゃあそれでは、ビデオです。よろしくお願いします。 Thank you for the intro, Hitoshi and Ryo. Hey everyone, this is Felix. Have you ever had experience of buying food, storing in the fridge, and realizing after one week that the food has already gone bad? Well, I haveespecially for highly perishable food such as meat, fish, and seafood. In fact, 25% of the meat and 40% of the fish and seafood we produce today are thrown away because of food spoilage, browning, or expiration dates. Well, luckily, those days of being so wasteful are soon to be over. Introducing Advanced Sous Vide Aseptic Packaging, or ASAP,a technology that enables lightly cooked meat, fish, and seafood to be stored at room temperature for up to 2 years. Here are two products made using our ASAP technology, a US sirloin steak and a Canadian pork chop. They don't require refrigeration and have been sitting on my desk for over a year. If you want to learn more about our amazing technology, please come talk to one of our representatives at Scrum Ventures. Thank you.はい、じゃあ、フェリックスからの、面白いメッセージでしたね。そうですね、はい、でイクソン、僕もですね、一緒にイクソンさんとそれからスタートアップとパートナーの面談にもこう同席させてもらったりとかもしたんですけど、画面の向こう側でこうやってわーってこうやって持ってまして、ちょっと香港にも行けるようになったらまた絶対食べたいなと思ってるんですけど、もう切り口美味しそうよ ね。そうですね、なのでちょっと実際本当にせっかくフードテックなので食べてみたいなと思ってるところであるんですが、じゃあせっかくなのでですね、今回もまたパートナーの皆さんからコメントをいただきましょうというところで、ちょっと我々みたいなこう素人のコメントではなく、ちゃんとこう食品会社の皆さんからコメントということで、じゃあ大野さんにお願いしたいと思います。はい、大野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんにちは。ハウス食品グループ本社株式会社の大野です。イクソンさんですね、正直すごく驚きました。私どもはですね、レトルト食品のお肉を柔らかくする、柔らかジューシー製法というような製法を持っているんですが、やはりその煮込んだお肉が柔らかくなるだけであって、ああいう半生状態のお肉というものを常温で流通できるというのはものすごい技術だなというふうに思いました。なので非常に着目しています。で、流通をこれから変えるような技術になるかという話をしていたんですが、今ある冷蔵流通の代替というよりは、どちらかというと今生物が届かないところですね。例えば、宇宙ですとか、登山をしている山の上とか、砂漠の真ん中とか、そういうところに生っぽいお肉を届けるような技術さんじゃないかというふうに思って、将来を非常に期待しております。ありがとうございます。
はい、大野さんありがとうございました。ありがとうございました。あのプロらしいというか我々と違った視点からの ね、ちょっと素人コメントとは違いましたね。はい、はい、ということでじゃあの続いてですけれども、はい、あのちょっと視点を変えてですね、あの家電ということで冷蔵庫なんかをやられている、日立グローバルライフソリューションズの、うん、田岡さんからコメントをいただきたいと思います。そうですね、やっぱりあの冷蔵庫どこのうちにもあるものと、まあ、こういった新しいソリューションがどうつながるかっていうのは僕もすごく興味のあるところです。そうですね、はい、じゃあちょっと早速お願いしたいと思います。じゃあ田岡さんよろしくお願いします。はい、岡村さん、林間さん、ありがとうございます。日立 GLS の田岡です。食品の保存という観点では、弊社の場合は冷蔵庫のような冷蔵冷凍技術がメインになります。なので捉え方によってはもしかしたら競合になるかもしれません。ただ、消費者としてはですね、こういった低温調理されて、しかも2年や3年も持つと本当にすごいなと思いますし、用途や目的によって適した保存方法は異なりますので、選択肢の幅が広がって非常にいいなというふうに思います。弊社も冷蔵冷凍で食生活に貢献できるように一層頑張りたいと思います。はい、じゃあ、日立の田岡さんからのコメントでした。はい、どうですか。まあ今までね冷蔵冷凍にまあチルドってなってるんですけど、まあ今まで考えてないと新しい温度帯の流通があるかもしれないっていう、まあすごいいい刺激かなと。そうですね、まあ、これをきっかけにまあいろんな方がねその可能性をまああの探求して、まあ場合によってこう家電とかいろいろデリバリーとかと組み合わせていろんなソリューションが広がっていくとも面白いなと思いますね。うん、確かにそうですね。まあ、そんなあの田岡さんのコメントもありで、次もう少し視点を変えてなんですけれども、次あの伊藤園さんにお願いをしたいと思うんですが、伊藤園さんってこう実はあのたくさんの自販機というあの身近なタッチポイントをですね本当にたくさん持たれている皆さんで、まあすごくちょっと飛んだ発想かもしれないんですけども、そういったこう近いところでさっきの常温のようなものもポンポン手に入るみたいなところも考え方としては面白いよねっていうことを、まあ我々の中でもあの皆さんとお話ししたところがありまして、まあそんなことを踏まえてですね、ちょっと伊藤園の矢野さんからもコメントをいただきたいと思います。じゃあ矢野さんよろしくお願いします。お願いします。はい、伊藤園の矢野です。はじめにですね、あの当社の自販機であのお肉を販売できないかとあのお声掛けいただいたときは正直びっくりしまして、あのまあお肉をですね、肉だったり魚を2年間常温で保存できるという技術で、まあ、当社もですね、長期保存だったりフードロス災害対策という面では取り組んでいかなければいけない課題でもありますので、まあ、正直あの肉っていうところはあったんですけれども、まあ、これからはですね、まあ、自動販売機もいろんな、まあね、今までと同じような形ではあの成り立っていかないんではないかと思いますので、あの例えばまあ本当に勝手に私が考えているんですけれども、まああのまあ、もちろん災害対策っていうところも あるんですが、まあ、自販機で生肉と、まあ、お茶だったりお茶の調味料みたいなところも合わせてなんか ミールキットみたいなのができたら、まあ、当社 あのお茶の健康性だったり、まあ、お肉との相性みたいなところもあると思うので、まあ、なんかそういう面白い自販機が、まあ、将来できたら、まあ、ぜひあの購入してくださいと思いました。以上です。はい、それではパートナーの方からのまたコメントでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、2社目に行きましょう。はい、はい、2社目は妖怪エクスプレスという会社でして、うん、妖怪あの、はい、日本で聞くとなんだかその会社って感じですけれども、あのラーメンのですね、熱々のものが食べれるという自販機からスタートしたそんなスタートアップです。そうですね、なんか、まあ、日本は昔からいろんな自販機があったんで、僕も最初にラーメンの自販機って何よと思ったんですけど、まあ、考えてみると特にアメリカとかだとですね、その夜とか人気のいないところ、まあ、そして今コロナになったんでレストラン閉まってるみたいなことがあってですね、そこにその熱いラーメンが45秒で出るっていうのがこうめっちゃ受けてて、で結果的に例えば24時間動いてるテスラの工場とかサンフランシスコ空港のロビー、お店全部閉まってる、それしかない。まあ、確かに夜中についてね、何も食べるものがないときに熱々のラーメンができたらこう嬉しいなっていう感じですね。確かに、まあ海外の空港とかに旅行に行くとちょっとそういう瞬間もありますしね、うんうん、やっぱなんか我々日本にだけいるとなかなか感じないところもありますけど、うん、結構本当に便利なあのテクノロジーだなと思います。であのラーメンだけじゃなくてね、ですね、実は今もうメニューもいろいろ広がってまして、デザートみたいなものもあれば、うん、あとはあのコロナということを受けてミールキットなんかも始められたということで、あの本当にいろんな展開があるかなと思うんですけども、そうそう、有名ラーメン店のキットを、まあ、自動販売機で売ったり、そのミールキットで売ったりみたいなこともしてて、まあ、動き早いんですよね。まあ、ちょっとあの我々がずっと紹介しててもあれなので、あの早速あので創業者からですね、あのメッセージもいただいてますので、じゃ あの振っていこうと思います。ではじゃあアンディからのメッセージです。よろしくお願いします。はい、岡村さん、林間さん、ご紹介ありがとうございます。 Although we cannot attend a meeting in person today, but it's our honor to gather with everybody. I would like to use this opportunity to thank Food Tech Studio Bites
Because of Bytes, we have the privilege to engage and collaborate with many Japan companies. After several discussions, we want to enter Japanese market this summer and select KDC as Yokai Japan headquarters. JRE's KDC is special designed for food startup company like Yokai. We can create a concept on the fourth floor and conduct a demo for feedback on a third floor dining area, and then launch our system on the first floor, even expand to other JR station. The geographic design and environment setup are very friendly for the foreign startup like Yokai. We are looking forward to expand the business in Japan and very honored to be the first resident in KDC. Hi. はい、じゃあアンディからのなんかたくさんのこうメッセージとか熱いメッセージをもらいましたけど、岡村さんどうですか？アンディよくご存知だと思うんですけど。うん、まあそうですね。なんか3年ぐらい前に初めてたまたまね、サンフランシスコの施設に置いてあるのにこうなんかラーメンの自動販売機あるって噂を聞いて行ってみたら、なんか開けて掃除してる人がいて、君誰って言ったらアンディだったっていうとこから始まるんですけども、まあすごい彼エンジニアなんだけど、すごいイノベーティブで活動家で、でもすごいはっきりしててですね、まあファンが多くて、スマートキッチンサミットのシアトルのやつ もう常連で結構人気者なんですよね。去年のね、SKSJ の2020年の日本でやったやつにもね、ビデオ出演をしてくれてたましたけど、うんうんうん、今回日本でも本格的にやっていこうということで、うん、KDC も使われるというふうに聞いてるので、まあ、彼にとってはね、KDC があったってめっちゃラッキーですよね。そうですね、まあ、のでしかも出来たてのこの新大久保っていうね、うん、第1号でやっていこうということなので、うん、じゃあせっかくなので、まあ、その JR 東日本というこの KDC 自体を、うん、まあ、企画もされている方にちょっとご登場いただいてお話しいただきましょうか、うん、はい、はい、じゃあちょっと JR 東日本からですね、この施設自体を初期から企画されているメンバーの人に服部さんをちょっとお迎えしてコメントいただきたいと思います。じゃあちょっと服部さんお願いします。あ、こんにちは、 JR 東日本の服部です。ご紹介ありがとうございます。まあ、ここ新大久保にフードラボっていうのを作ったんですけれども、この新大久保っていう土地はですね、東京の中でも非常に国際性が豊かというふうに言われていまして、実際に歩いていただいてもすごくよくわかるんですけれども、お客様の方にアンケートの調査を取ってもですね、圧倒的に国際性というところが非常に高くて、まあ食をテーマという施設にはなっているんですけれども、いかにグローバルなつながりを作っていくかというのは当初、企画の当初から考えてたことです。で今回KDC の全体の説明をさせていただきますけれども、3階新大久保駅の直上にですね、3階4階部分にフードラボというのがありまして、3階は一般のお客様も入っていただけるシェアダイニングというふうになっていて、新しい食体験というのをどんどん提供していく、実際にサービスとして提供していくというような場所になっています。4階の方がここコワーキングスペースというふうになっておりまして、スタートアップの方ですとか、これから何か食関係で何かを始めたいという方が入っていただけるような場所にしていきたいというふうに思っています。単にコワーキングスペースというだけではなくてですね、キッチンも製造許可の取ったキッチンであるとか、自由に使えるキッチンというのを準備していて、そこではテスト的に何かを作ったりですとか、実際に何かこう100個ぐらい作って販売してみるというようなところまでできるようになっています。で冒頭に申し上げたように、こう国際性というのは当初から考えていまして、日本のスタートアップだけではなくて、海外からもここを日本に進出する拠点として使っていただきたいというふうに思っておったんですけれども、実際開業してみると、なかなかその海外の方からスタートアップ企業を誘致するというのは難しいというようなことが感じておったところに、今回フードテックスタジオバイトさんとですね、連携をさせていただいて、第1号の妖怪さんに入っていただくというところで非常にありがたいなというふうに思っています。我々JR 東日本グループとしてですね、単にここを事務スペースとして提供するだけではなくて、山手線であるとか駅っていうところをうまく活用して、どんどんその、素晴らしい商品とかフードテックというものを広げていきたいというふうに思っております。これを成功事例としてですね、一件だけではなくて、これから次々と拡大していきたいなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。
いや本当ね、どうでもいいんですけど、実は私大学時代は4年間新大久保に住んでてですね。あ、そうなんですね。私も知らなかったです。ぐるっと回ってなんか JR 東さんがこうフードテックの拠点を作ってくれたっていうのがなんか運命的な感じに感じたりしてて、まあ、すごく嬉しいんですけども、もう一つアンディたちがですね、その日本っていう話をした時に、やっぱりこの、まあ、アメリカはその、ね、ビーガンすごく流行ってるんですけども、そういうものでなんか日本のテクノロジーでみたいな話にすぐこうなってですね、まあ、彼らから名指しできたのが富士製油の素材を使いたいと。なるほど。9月30日もですね、ご覧いただいた方いらっしゃったら分かるかと思うんですけど、富士製油さん本当に大豆タンパクを中心にですね、植物性でいろんなことをやるというプラントベースとの肉とかですねっていうことをやられていまして、まあ、そういったものがこういろいろ活用できないかというようなお話ですね。はい、では富士製油の、そうですね、じゃあ富士製油の次、じゃあ入口さんにお願いしましょう。じゃあ入口さん、はい、よろしくお願いします。富士製油の入口です。私たち富士製油は60年間大豆の研究を続けてきまして、社会に大豆、植物性タンパク質を供給してまいりました。従来の植物性タンパク質だけではなく、近年需要が高まってきている大豆ミートであったりチーズ、お肉であったり乳製品のと同じように使えるような素材を、提供しております。私たちのそういった技術であったり知見というのを新しい領域でも提供できないかというところで、今回フードテックスタジオバイツに参画をいたしました。今回お話しさせていただいた妖怪エクスプレスさん、ラーメンの自動販売機を提供、作って提供しているようなスタートアップなんですけれども、今回お話しする中で面白いなと思ったのは、人の手を介さずに温かいラーメンが提供できるというところ、あとコロナ禍においても非接触で食べ物が提供できるっていうのは非常に面白いポイントだなというふうに感じました。でまた彼らが北米等でビーガンのメニューっていうのを、検討しておりまして、非常に消費者からも、メニューに入れてほしいという声もあるというふうに伺っておりますので、私たちの植物性素材で、新しいレシピであったりメニューっていうのを競争できればなというふうに感じております。また日本国内においてはまだビーガンの需要っていうのは大きな市場ではないんですけれども、そのビーガンのイメージであるちょっと味気ないかもしれないとか満足度が足りないかもしれないっていうのを払拭できるような、その手軽に試せるツールっていうのが自動販売機じゃないかなというふうに思っていますので、そういうふうなきっかけにもなればいいかなと思っております。はい、ありがとうございました。そしたらですね、次3社目いきましょう。はい、3社目はですね、マインドカレントという会社です。でマインドカレントはですね、AI をベースにですね、ストレスなんかを解析してっていうところの、まあ、メンタルヘルスみたいなところをやってる会社なんですね。うん、まあいろんなストレスをどうマネージするかっていうのはすごく、まあ、今の近代社会に大きな課題なんで、ここも大変いろんなところから注目集めましたよね。そうですね。でも食品会社の皆さんもですね、食品を提供するだけじゃなくって、そもそも従業員の皆さんの健康管理とかっていうところも非常に大事なポイントですので、そういった観点からも非常に皆さん興味を持たれていたなと思います。では早速メッセージいきましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。 Thank you so much for the introduction. As you probably heard, MindCurrentWe made a name for ourselves with our stress prediction algorithm, because to solve employee stress, we have found you have to reach the employees before they're burnt out or exhausted for the day. The other thing that we've learned and why our employee engagement rate is 50% higher than much larger players is we don't require the employee to use a standalone app or go to a separate website like an employee assistance program.We're as close to the employee as their coworkers. We're in their Slack channel. We're in their Microsoft Teams channel. And that's why our engagement has been so high, and we're able to help so many more employees for each of our customers. Now, this program has been excellent because we are bringing MindCurrent to Japan, where employee stress is a very big problem. And also because some of the Japanese partners we met with are launching complementary solutions that can pair nicely with MindCurrent.はい、じゃあマインドカレントの CEO からのメッセージでしたけども、はい、せっかくなので次はまたパートナーのコメントに、いただくというところで入っていければと思うんですけど、最初は、ハウスさんですね。はい、
従業員のウェルネスとかいろんな見方もあると思うんですけど、今回フードテックでも象徴的だったこうみんなウェルビーイングとか、食べるだけじゃなくて心身ともに健康みたいなところっていうのは観点本当に多かったなと思うんですけども、でそういったところでハウスさんがそういった、ウェルネスとかメンタルとかいう観点からも一度お話をされたいというところで、お話をされた経緯がありますので、ちょっとそんなハウスさんから、お話をいただこうと思います。そしたらハウス山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ハウス食品グループ本社の山下です。ハウス食品グループはですね、グループ2年でも歌ってますように、食にはいろんな力が、あるというふうに、思っています。もちろん美味しさとか体の健康というのもあるんですけれども、一緒に作ったり食べることで得られる楽しみとか、それから心の健康みたいなことも大事にしていきたいと思っております。そういう意味でマインドカレントさんはですね、従業員の方のストレスを分析して、そのストレスを解消するためのアドバイスというのをサービスとして構築されている点が非常に面白いと思いました。今後こういったサービスと連携を検討することでですね、我々も心の健康によりお役立ちできるようなサービスが作っていけたらと思っております。ありがとうございます。おい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ハウスさんらしいコンシューマーに寄り添ったですね、コメントでした ね、 はい。そしたら次の会社もせっかくなんでもう一社パートナーのコメントいただきたいと思うんですけど、次は日霊さんですね。そうですね。で日霊さんはですね、前回の9月の時にもコノミルという、料理アプリのですね、発表されたと思うんですけど、それに絡めて、コメントというところで、じゃあそしたら関谷さんからコメントをいただきたいと思います。はい、じゃあ関谷さん、よろしくお願いします。お願いします。ご紹介ありがとうございます。日霊の関谷と申します。我々日霊はですね、美味しい瞬間を届けたいというのをコーポレートメッセージに、今までいろんなこう美味しさを、分析する研究を進めてまいりました。で今回は、その美味しさの研究をですね、また新しい技術と一緒に新しい事業にできないかという目標を掲げて、このフードテックスタジオに参加させていただきました。で私たちが今一番こう進んでいるフードテックというと、食思考を分析するコノミルというサービスになります。でこの食思考を分析する、サービスを活用したアプリというのをリリースしまして、今はそのユーザーさんといろんなコミュニケーションを取っているところです。で今回そのコミュニケーションをする中で、新たな技術としてマインドカレントさんの技術が面白いなと思いまして、お話をさせていただきました。で何が面白いなと思ったかといいますと、コノミルっていうのは、事前にそのユーザーさんってどんなものが好きかっていうのを分析する仕組みなんですけども、一方で、実際にその食べ物を食べた後とか、料理をした後に本当はどうだったんだろうっていうのはなかなか分析することが難しいサービスです。でこういったところを実際のリアルなデータとこう付け合わせることで、また新しいコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思ってお話をしました。で実際にお話しした時もですね、ものすごく面白いなって、技術そのものも思いましたし、2点すごく勉強になったことがあります。一つは、アプリっていうものをどうやってユーザーさんに使ってもらえばいいのかっていう、その使ってもらうまでの、戦略ですね、これもすごく面白いなと思いました。それから、テストでいろんなものを試していくっていうそのプロセスもやっぱり面白いなと思ったので、サービスそのものだけじゃなくで、サービスを浸透させていく、そういったところも彼らから勉強させていただいたなと思っています。これから少しお試しで彼らのサービスも使っていきたいなと思ってますし、コノミル の、 さらなる事業展開にもですね、また進めていきたいなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょう。はい、次行きましょう。次はですね、アルゲックスという会社です。これはパームオイルのですね、廃液を処理してるんですよね。いや、この会社もに聞いた時に本当ですかって言ってしまった会社の一つなんですけど、一つは廃液処理、通常はその 4,50 日かかる工程が、この会社のテクノロジーを使うと2日か4日ぐらいでこうできてしまうということでびっくりしたんですけども、はい。でもう一点の DHA の件もありましたよね。そうなんですよ。その廃液処理をしているのに副産物として DHA を生み出すことができると、これが2つ目のびっくりでしたね。
で我々もよく知らなかったんですけど、やっぱ藻類というのが本当にいろんな役割を果たしているということで、パームオイルの廃液を処理しながらその藻類がさらに DHA を作るということで2度おいしいという、そうですね、そんなソリューションで本当にびっくりのテクノロジーなんですけど、DHA というと今や基本お魚から取るということで、お魚を育てたりするための餌にもお魚を殺して使ってたりするみたいなところがあってですね、まあ、なかなか今後サステナビリティという観点ではいろいろやっていかないといけない分野かなと思うんですけど、まあ、これが実現すればいろんなところに大きな影響をもたらすかなと思います、はい、そしたらじゃあ早速メッセージに行きましょう。そしたらアルゲスさんのメッセージです。よろしくお願いします。岡村さん、林間さん、ありがとうございます。アルガレクチャ CEO 高田と申します。よろしくお願いします。我々のですね、解決したい社会課題はこちら、こちら綺麗な日本の川なんですけれども、この綺麗な川を保つために日本の各食品工場は、多大なコストと、多大な労力を払って、排水処理に、勤しんでいます。この排液処理の問題に対し、ソリューションを持っているのが我々アルガレックスになります。そのソリューションがこちら、我々は各食品工場から排液をいただきまして、このようなものを培養することによって、DHA などの有価物を市場に提供していきます。このソリューションを普及させることによって、各工場の処理コストを低減し、循環から生まれた商品を市場に提供することによって、今は普及してないサステナブルの概念ですが、5年後や10年後にはそれが当然だよね、クールだよね、というような社会を築いていきたいなと考えています。はい、それでは高田さんからのメッセージでした。何でしょう、自然あふれるバックグラウンドといいますか、パームオイルの廃液がっていう話がよく分かるようなところからのメッセージをいただきました。ということで、まあ早速ですけども、パートナーの企業からのコメントにちょっと移っていきましょうかね。じゃあ次、富士製の長島さんなので、長島さんお願いしましょう。それではお願いします。お願いします。富士製の長島です。今回アルガ X さんとお話をしていて、とても面白いなと思ったのは、廃棄物のアップサイクルをするという点だと思っております。これからのものづくりにおいて、廃棄物を出さないこと、生産工程の環境負荷を下げていくことというのはもう前提条件になっていくんだろうなというふうに思っております。アルガ X さんの方では藻を使ってパーム廃液から出る GHG を排出していくというところと、あとはそこから DHA という新たな価値を生み出していくことというのがとても素晴らしいなというふうに思いました。富士製油の方でももともとですね、大豆油の搾りかすから大豆ミートを作ったり、あと食品廃棄物であるおからから大豆砂糖類という新しい製品を作ったりということをしておりますので、まあ、DNA 的にもとても似ているところがあるのだなというところを共感いたしました。はい、長島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次ですけれども、またパートナーの方からのコメントということで、伊藤園さんから、コメントいただこうと思うんですけれども、伊藤園さんもですね、ビジョンに非常に、共感をされたと伺っておりますので、早速ですが松本さんからコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。伊藤園の松本です。当社は、応用茶を作る過程でですね、茶殻が、非常に多く出ます。でこの茶殻にはですね、カテキンとかですね、有効成分がいっぱい含まれてですね、で当社としてもこれもったいないなっていうふうに思ってですね、2000年からいろいろこれをですね、融合活用、まあ、リサイクルいろいろ取り組んでおります。で今回ですね、アルガ X さんと、まあ、お話を聞いて、まあ、同社の場合は藻の力で、パーム油の廃液だとか、まあ、工場から出る残渣とかですね、この辺を、藻の力でタンパク質または DHA ですね、こういったですね、有効成分に生成していくと。でこれはですね、すごいなと思いました。で何がすごいかって、まずですね、もう捨てるようなところから、価値を生み出していく。でまた生み出すものが、DHA ですね。で DHA っていうのは今世界では非常に需要が高まってまして、年々増えてるんですよね。でこの DHA というのは脳機能のサポートをするっていうところで、非常にですね、今後は健康という観点であれば非常に大事かなというふうに思ってます。で当社もですね、いわゆる認知機能という形で抹茶のテアニンっていうこともやってまして、でこことも非常になんか面白いことができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で加えて、でちょっとまあお話をですね、アルガ X さんとしている中で、そのまあ、原料となるですね、廃液の中身、内容によっても、その、まあ、生まれてくる生成されるものが、いろいろ特徴を持って出てくるっていうところが面白いなと。
まあ、例えばですね、じゃあうちの多いお茶を作った過程で出る廃液だったりとか、まあ、茶殻もしくはまあ野菜ジュースを作った時に出るもの、それでじゃあ例えば物力でやったらどうなるんだろうなと非常に楽しみに思っているので、今後も同社の活躍と、まあ我々と協業を期待したいと思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、次はグリーンスプーンという日本の会社です。で、あのグリーンスプーンはですね、あの健康なスムージーを定額制で簡単に家で取れるということでパーソナルスムージーをやってる会社なんですけれども、あのコロナ禍を経てですね、皆さんあの健康に気をつけて、あのこういったものを手軽に家で取れるってこともいろいろ考えられた方もいるんじゃないかなと思うんですけど、これ海外にも出ていきたいという話なんですか？海外はどうなんですか？まあ、コロナ禍がもう前からそうですけど、やっぱりパーソナライゼーションってすごく進んでて、アメリカはまあいろんなものの、まあ、あの食品もあれば、まあサプリとか香水とかシャンプーとかいろんなものがパーソナライズしている中で、まあこの環境下でやっぱり食べて健康になるっていうのはすごく注目されているテーマなので、まあスープスムージー、まあ、みんなこう共通に食べるものの中にこういうことを、プログラムしてサブスクリプションできるっていうのはなんかすごくいいなと思いましたよね。そうですね、まあ、こういった形でですね、いろいろやっていらっしゃる方もたくさんいるとかと思うんですけど、早速ですけどメッセージをいただいていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。岡村さん、林間さん、ありがとうございます。株式会社グリーンスプーン代表取締役の田辺智則と申します。グリーンスプーンは自分に合った野菜とフルーツがスムージーやスープになって自宅に届くサブスクリプションサービスになります。忙しい人が健康であるために野菜とフルーツを食べるということが難しいという問いを解決するべく2020年3月にローンチしたサービスとなります。野菜とフルーツがある生活を簡単に楽しく続けられるようサポートしています。我々はそんな自分を大切にする健康的な生活を通して自分を好きで続けられる人生を増やしたい、そういったビジョンを掲げています。そんな人生を増やしていき、アジアナンバーワンのウェルネスブランドを作っていくことがグリーンスプーンの挑戦です。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。CEO の田辺さんからのメッセージでしたけども、あの後ろがですね、グリーンスプーンさんらしいポップなカラーリングの背景からもいただきまして、ね、あの非常にクリアで見やすい映像だったなと思いますがあの早速ですけれども、それでは、次のパートナーの皆さんからのメッセージに行こうと思います。それでは、日立グローバルライフソリューションズの、加瀬谷さんからメッセージです。よろしくお願いします。お願いします。はい、岡村さん、林間さん、ありがとうございます。日立 GLS の加瀬谷です。弊社ではニチレイフーズさんなどと連携し、自動発注提案機能付き冷蔵庫を今年の3月に発売しました。冷蔵庫は生活者の食生活におけるタッチポイントとして大きな可能性を秘めていると考えています。グリーンスプーンさんのセルフケア文化を作るという取り組みは非常に面白いと感じており、グリーンスプーンさんが提供されているパーソナルスムージーなど多様な食品を誰もが家でより手軽に手に入れられるようになれば、心身ともに豊かな暮らしを実現できると考えています。このような社会を家電との連携により実現し、生活者の QOL 向上に貢献していきたいです。はい、加瀬谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、次ですけれども、今あの家電メーカーの、日立さんからいただきましたので、次は、食品メーカーからということで藤子丸山さんからコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。岡村さん、林間さん、ありがとうございます。藤子開発本部の丸山です。おまぶさんで有名な弊社ですが、この3月に大豆を米粒状に加工した大豆ライスという商品をビーナスというブランドで D2C で販売を開始いたしました。今回このような背景から食品 D2C サブスクで成長されているグリーンスプーン様に注目いたしました。ただ最初は900円という価格の冷凍スムージーや冷凍スープの素がお客様に本当に受け入れられるのか疑問に思っておりましたが、彼らとミーティングや試食を重ねた後はその斬新でインスタ映えするようなパッケージングやネーミング、 IT 系スタートアップらしい購入画面やパーソナライズ化がスムーズにできるユーザーインターフェース、そして何よりも具材がゴロゴロ入って味が奇抜で美味しいその商品力、本当に驚きました。通常我々食品会社は原材料の価格などのコスト、原価と販売価格、
その間で積み上げ式である意味妥協しながら商品設計を行うんですが、彼らの場合は売価900円ゆえだと思うんですが、あるべき商品の姿から理想の原材料を組み合わせて、それをそのままお客様に価値として提供する、そのアプローチ大変驚きましたし、非常に参考になりました。以上です。はい、ありがとうございました。ではまた次行きましょう。お願いします。次、ギフモです。これ面白いんです ね。あのギフモはハードウェアの会社でして、うん、あのパナソニックから面白い技術をスピンアウトさせようというところで出てきたスタートアップで、うん、なので要はパナソニックの元社員さんがやってらっしゃる会社なんですね。そうですね、まあ、こういうふうにパナソニックにたくさんあったテクノロジーを外に早く届けようっていうので、ビエージっていう会社を、まあ、パナソニックとスクラムベンチャーで作ったんですけど、まあ、そこから生まれた技術の一つでもあります。あのこの会社はですね、そういった生い立ちというか、あの経緯だけじゃなくてですね、あの技術そのものがすごく面白くて、うん、あのまあ、高圧の何ですかね、炊飯器みたいな形をしてるんですけれども、そこで食べ物が本当に柔らかくなるということで、もともとドロドロの流動食とかじゃなくてですね、ブロッコリーとかお肉っていうのがそれに入れると、あの少しあの嚥下に障害がある方でも食べれるぐらい柔らかくなるということで、これ本当に食べられた時びっくりしましたよね。いや本当にね、まあこれからやっぱ日本も高齢化社会なので、その嚥下に問題がある方にどういうふうにこの食で幸せになってるかっていうのは、もうあらゆる家の課題かなと思うんですけど、まあ、これまでは他の家族が食べるものとその人が食べるものとこう別になって、まあ家庭内固食になっちゃったりねしたんだけど、まあ、手間もよくかかるとか、でこれは他あの作ったブロッコリーとか唐揚げがそのままこれにかけるだけでこうピシュッと潰れて、そのまま嚥下に問題がある方でも食べられるっていうのは、まあすごく福音ですよね。そうですね、まあ、あのなので早速ですけれども、じゃあメッセージいただいていきましょうか。はい、はい、それではよろしくお願いします。岡村さん、林間さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。ギフモ株式会社の森真です。ギフモ株式会社は、今まで通りの食事を出してあげたい、家族と同じ食事を取りたいという思いを叶える会社です。従来、年齢、病気や障害などの理由により食べることに問題を抱えている方は、このように原型をとどめないようなお食事をとっておりました。ギフモのデリソフターを使うと、見た目と味を損なわず家族と同じ食事を楽しむことができます。昨年7月より販売を開始し、多くのお客様より喜びの声をいただいております。大企業の皆様とともに食べる喜び、生きる喜びを創造していきたいと思います。はい、森谷さん、ありがとうございました。なんか今の背景の家みたいなのがギフモの京都本社みたいですね。はい、あの私も実はあのお伺いをしたことあるんですけど、本当にまんま民家みたいなところでやってらっしゃるんですが、あのキッチンのついたところでいろんなあの試作だったりとかをしてらっしゃいますね。あのそれではじゃあ次、パートナーの皆さんからのコメントということで、富士製中島さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、富士製の長島です。今回ギフモさんとお話をしていて面白いなと思ったのは、ギフモさんのデリソフターで、食材を柔らかくするだけではなくて、まあ、みんなで、同じ食卓を囲めるというところがすごく面白いというふうに思いました。ギフモさんのデリソフターで柔らかくした、ブロッコリーの方を食べさせていただいたんですが、もうベロで、キュッと押すともう溶けてなくなるぐらい、柔らかくなっているのにすごくびっくりしました。で、富士製油では、まあ、植物性素材を使って、高齢者に対して、栄養、健康を提供できるような素材というのをいっぱい持っておりますので、まあ、こういったのギフモさんの機械とかと合わせることで、まあ、栄養面での健康と、あとはまあそういった食の喜びというところを提供できるようになるんではないのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございました。ございました。それではあの次行きましょう。はい、じゃあ、おいしい健康さんという日本の会社です。うん、あのここの会社はですね、例えば栄養士の方が監修したあの食事管理のアプリだとかですね、それから健康あの社員食堂みたいなことにも取り組まれてたりということで、食を起点にしたま健康というところをいろいろやられている会社です。うん、で、あの我々のですね、プログラムのメンターにもアメリカでロバート・グラハムという、あのそういったことにあの一食同源に取り組まれている方いらっしゃったかと思いますけど、そうですね、メンターにシェフドクターっていう変わった肩書きを持つ彼が、まあ、それこそあの日本で昔から一食同源ってあんまりアメリカではなくてですね、やっぱり薬を飲ませるとか治療するだってそうじゃなくて、医者自ら健康的なものを作って、それで患者を治療しましょうみたいな考え方をしている人なんですけど、
まあ、そういうことはあんまりこれまでなかったんですけど、去年の、ね、終わりぐらいからアメリカでも、まあ、一部の保険会社がそういう健康になるためのミールキットを保険対象にしたりっていう新しい動きがありますんで、僕もその食から健康になるっていう取り組みは大変興味あります。ありがとうございます。そしたら早速ですけれども、あのメッセージに行きましょうか。それではよろしくお願いします。おいしい健康の野尻です。人を良くすると書いて食。誰もがいつまでも美味しく食べられる世界を目指して、私たちおいしい健康は食と健康のビッグデータによって薬を超える新しい医療を作ります。好きなものを食べながら健康に。年をとっても病気になってもいつまでも笑顔でいられる。おいしい食事は魔法の薬です。ビッグデータと多数の臨床研究を通じて、ブラックボックスであった食生活を可視化、個別化し、予防と医療の力にします。人生100年時代における新しい食と医療を一緒に作りましょう。はい、野尻さん、ありがとうございました。はい、食を通じて健康にというメッセージを改めてですね、強くいただいたなと思いますけれども、早速ですが次、じゃあパートナーの皆さんからのコメントに移りたいと思います。それではですね、伊藤園の矢野さんからぜひコメントということで、いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、伊藤園の矢野です。医食同源、本当にその通りでして、我々もですね、商品開発コンセプトが自然、健康、安全、良いデザイン、美味しいという中でですね、健康創造企業を目指しております。で、美味しい健康さんの食のバリアフリー化だったり、誰もがいつまでも美味しく食べられるようにっていうところに非常に感銘を受けまして、当社もですね、本当に皆さんに健康であってもらいたいですし、美味しく心身ともに健康になってもらいたいっていう思いが大変マッチするんじゃないかなと思っております。当社のお茶だったり野菜飲料の機能性だったり、まあ、美味しさっていうところと美味しい健康さん の力を掛け合わせて、本当に世界の人々を幸せにできたらなというふうに思っております。矢野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてはですね、次、少し視点を変えまして、戦略パートナー の方でありますけれども、博報堂の堂上さんからですね、熱いメッセージをいただこうと思います。よろしくお願いします。岡村さん、林間さん、ありがとうございます。博報堂未来の事業室の堂上です。我々博報堂未来の事業室では、生活者一人一人のウェルビーイングをどういうふうに作っていくか、そういう社会を作るための事業をどう考えていくかということにトライしております。その中で食事を通したウェルビーイングというのはとても大切な要素になります。おいしい食事は食事に制限されている方にとってはとても課題になっております。おいしい健康さんとは、持病を持っている人たち、例えば糖尿病、高血圧、脂質異常症、女性の健康と美容、ロコモティブシンドロームなど、たくさんの食事を制限しなければいけない人たちのデータを持っていることに魅力を感じました。その中で、おいしい食事をとるということだけではなく、誰と食事をするのか、どういう時間に食事をするのか、そういったことを通してウェルビーイングをどう形作るのかということを研究しております。 You are what you eat という考え方があるように、あなたはあなたが食べたものでできているという考えで、食を通したウェルビーイングを作り、一人一人が輝く、一人一人のデータを通して一人一人の生きるをつなげる、そんな世界を作っていきたいと考えております。ありがとうございました。それでは最後にですね、はい、総括ということで、食品会社のスタートアップとかにどんなことを期待するかとか、今後の展望としてこういうのあるといいよねということをですね、日清食品の中川さんからコメントとしていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。日清食品新規事業推進室の中川と申します。昨年の開始時より、我々日清食品はパートナー企業としてフードテックスタジオバイツに参加させていただいております。この度はスタートアップ企業の創業者の皆様やご担当者の方々とお話しする貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。この場を借りて皆様に御礼申し上げたいと思います。新規事業に関する協業やパートナーシップの機会をいただいたというところはもちろんのことですね、今回スタートアップの事業の皆様から実に多くのことを学ばせていただきました。
特に刺激を受けたのはやはり創業者やご担当の方々の熱意です。日清食品には実は大事にしている創業者精神というものがございまして、その中に仕事を戯れかせよというのがございます。これはもう文字通り遊ぶように楽しんで仕事に臨もうということなんですが、まさに遊ぶ感覚で仕事をすれば、我を忘れてですね、没頭することで、仕事を自分ごとができるし、何より疲れないというところがございまして、我々は日々意識するようにしていることでございます。でその中でですね、今回スタートアップの創業者の皆様の話を聞いている中で、やはりもう仕事が楽しい、もう本当に新しいことをどんどんやりたいと、そういうようなポジティブなオーラがですね、ビデオ会議の画面越しにも伝わってくるような、そんなミーティングを繰り返させていただきました。でやはりですね、我々としては非常に見習わなきゃいけないなと、参考になるミーティングが数多くございました。でまた実際の業務内容についてもですね、次世代のフードテックのご紹介をいただいたり、あるいはサステナビリティだとか、そういった新しい観点と連携した取り組みというのがいろいろとお話をお伺いすることができました。今後ですね、その競争という観点においては、これらの技術だったり新しい発想、これらをどうやって、うまく組み合わせてですね、新しい、食文化を作っていくか、食文化全体をどうやって、ご一緒に盛り上げられるかというところを考えていくのが、我々の使命だと思っておりますので、今後ともですね、ご一緒させていただけたらなというふうに考えております。で今回残念ながら、面談できなかった企業の皆様を含めてですね、フードテック、スタジオバイツにご参加いただいている皆様、企業の皆様に対して敬意を込めてですね、この場を借りて感謝と、あと今後の発展というところを祈らせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ここまではですね、個別のスタートアップの紹介だったりとか、応援のコメントということでスタートアップにフォーカスを当てたようなですね、お話をしてきまして、我々ベンチャーキャピタルとしてここが面白いよなっていうところだけではなくですね、食品会社の皆さんだったりという、いわゆるプロの視点から、その視点があるのがすごく面白いですよね。はい、そういった形でコメントもいただきまして、ここまで来たというところですね。次はパネルディスカッションということでメインのセットに入っていきたいと思います。はい、ということでちょっとここで一旦転換をさせていただきますので少々お待ちください。林島さん、なんか手に持っていらっしゃいますけど、それ何ですか？これちょっと今お昼時でランチのタイミングなので、ちょっと一口いただこうと思いまして、富士製油さんの大豆ミートとですね、ここケリシも入られている森海康のシェフのコラボでできた、チリンドロンというスペインの、ラタトゥイユみたいなものなんですけど、ちょっとだけすみません、一口いただきます。いやでもこういったね、フードテックをまさに広めていこうというこの場所でなんかいい感じのコラボレーションのプロダクトですけど、お味いかがですか？
ちょっとすみません、後でもう少し味わおうと思うんですけど、はい、一口いただいただけでもですね、全然普通にお肉も入って食べてるような感触で、うん、すごく味付けもしっかりしてて美味しいなと思うんですけど、これ実は下の3階のフロアで、うん、ここ新大久保の KTC でですね、今週の日曜日までと、それから5月1日から5日までのゴールデンウィークの間も実際に食べることができるみたいなので、うん、ぜひちょっとこの絵も見ながらですね、ご興味持たれた方はお越しいただいて食べていただければなと思います。はい、でちょっと早速ですけども、ちょっと先ほどここの、下にもテロップ出てたかと思うんですけど、今のセッションからですね、モデレーターという形で、シグマクシスの岡田明子さんにもご参加いただこうと思います。岡田さん、よろしくお願いします。岡田さんはですね、実は9月30日からご参加いただいているシグマクシス戦略パートナーとしても来ていただいてますし、それから全部で30名総勢になったメンターの一人としてもご参加いただいてまして、うん、スマートキッチンサミットジャパンもずっとやられていて、はい、こう日本のフードテックといえば岡田さんなんじゃないかというような感じでやってますけども、はい、今からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡田さん、なんか今日今見られたビデオもそうですし、うん、それからメンターとしてもご参加いただいてたと思うんですけど、はい、何かこうこの会社面白いなとか、こういう分野面白そうだなって思われたところとかって何かありますか？はい、そうですね、いや、ものすごくたくさんスタートアップがあったので、それ自体非常に驚きですし、ね、さっきも見ていてすごいなと思ったんですけど、廃棄される油から新しいその栄養素を取っていくみたいな、アップサイクルもすごいなと思いました。で、何よりやっぱりその保存の技術とか、あとはその自販機の技術とか、あと本当に食品をそのサブスクでこのライフスタイルに入れていこうとか、ストレスマネジメントまでもう本当に幅広くて、そうですね、やっぱりこれがフードテックの本当に面白いところですし、なんかそこすごいワクワクしました。ありがとうございます。はい、ここで宣伝なのもありますけど、フードテック革命も岡田さん書かれてますけど、冒頭というかあれについてる付録のマップにもですね、うん、本当に幅広いカテゴリーのスタートアップ載ってますので、うん、皆さんぜひちょっとご覧くださいというような宣伝もちょっと挟みつつ、ありがとうございます。大体タンパクもですね、とはいえ本当にずっと日本でも話題になってきて、うん、でアメリカでも、まあ、もうアメリカではスーパーで簡単に買えるようになってきてると思うんですけど、うん、その辺どうですか、こう今日見られていて、こんな面白い会社もあるんだなとか言ってもらいました。うん、そうですね、でやっぱりプラントベースとの勢いってやっぱり本当にすごくて、で前まではそのスタートアップがすごい増えてるなって感じだったんですけど、今ってもうマクドナルドとビヨンドミートとかもう本当に大手が入ってきているっていう、そういう世界 で今もね、ちょっと食べられてましたけど、でも日本にやっぱり60年研究されてる資生さんとか、う、ね、もう本当にいろんな会社さんが今ここの分野に入って、でそうすると多分美味しいものができると思うんですよ、日本からだったら。今ってやっぱりもう少しちょっとタンパクのものが多いので、海外だと、だからそこら辺はちょっと期待したいなと思っているところですね。そうですね、はい、そしたら早速ですけれども、はい、実はパートナーの大塚食品さんもですね、うん、9月にもお持ちいただいたゼロミートというのがありまして、そこ自体もアップデートがありつつ、ちょっとお話もいろいろいただけるみたいなので、ちょっと早速ですが志麻さんにお越しいただいてお話いただきましょう。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、ということで島さんにお話をお伺いしようと思うんですが、うん、こちら持ってきていただいた非常にこのしっかりしたこのプレートは何でしょう？うん、はい、ゼロミートのブッダボールと言いましてですね、はい、アメリカを中心にブッダボールっていうのは野菜のサラダがいっぱいきれいに入ってる、うん、サラダボールのことをブッダボールって言うんですけども、普通ブッダボールっていうのはお野菜以外、動物性のもの入ってないんですけども、これは今ゼロミートも大豆から作った、大豆ミートですね、うん、ゼロミートが入ってもブッダボールのまんま維持されているというか、うん、まあ、全部お野菜というか全部植物性の、ブッダボール。ありがとうございます。で作ってくださっているのは、うん、青山ですね、1丁目に、はい、ザ・バーンというですね、三つ星シェフの米沢文夫さんという方がやってる、スターバックスの入ってるビルですね。そうです、うん、駅ゼロ番出口すぐのところですけれども、うん、そこで今朝無理言ってですね、お店を開いてくださって、うん、ありがとうございます。お二人のためにありがとうございます。なるほど、ちょっとすごい、おたるくんです、はい、ちょっと一口だけ、すごいいい香り、はい、いただきます。いかがでしょうか、お味は。ちょっと後ろに置かせていただきます。去年も
少しちょっとあの皆さんの時点でいただきましたけど、本当になんかもしっかりした味付けですし、食感もすごくて、であのこうあんまりこう大豆っぽさも感じることもなく、あのまあお肉らしく食べられて、こうブッダボールなのに植物性で、でもお肉も入っててこうすごくいいなと思います。岡田さんも一口いただいてどうですか。はい、いやすごくなんかあの味の味がなんかこう全然淡白ではないっていうか、あのブッダボールとはいえしっかりなんかがっつり感もあるなっていうところが、ありがとうございます。すごく無理に開けていただいた甲斐があります、はい、っていうのは、これあのリバースエンジニアリングって言いまして、牛肉であったりひき肉からできているハンバーグを、科学的に顕微鏡で観察したり、あるいは、油だったり香りを分析したりしたものをテクノロジーでこう大豆ミートで再現しているところが一つと、そこにミシュランシェフの、まあ、技が入って、まあ、今言っていただいたように美味しいというものになっております。なんかいろいろ妥協しなくていいかなっていう感じがしました。そうですね、もろもろですね、ハンバーガーチェーンさんでこういろいろ商品、外食チェーンでだんだん、広がっていくかと思うんですけど、だんだん今度我々がやってますようにハンバーグで、これからいろんなものが広がってくるんじゃないかなと思います。はい、こう志麻さんにはですね、そういったこう自社でやられている取り組みのお話もあの前々からいただきながらだったんですけど、今回あのスタートアップともお話しいただいたということで、あのせっかくなんでこう代替タンパクのスタートアップもいくつかあったりとか、場合によっては培養肉やってる会社もあったりしたと思いますけど、その辺どうでしょう、どんなふうにお感じになられましたか。我々が注目をまあ、しております、注目のカテゴリーとしてはやっぱり代替タンパクだといろんなもの、あるいは代替カテゴリーだったり広く見るんですけども、まあ、この今回のバイツで、非常にたくさんの、いろんなスタートアップが出られてました、で、まあ、その中でも面白いなというか非常に広がりがあるなと思いましたのは、例えばですね、ニューエイジミーツ、これアメリカですけれども、ニューエイジミーツなんかは日本だと、まあ、例えば培養肉をやられているような会社はあるんですけど、この今僕が申し上げた、ニューエイジミーツは培養プラス大豆ミートってこうハイブリッドなんです、そうきたかと、ちょっと新しいですね、新しいですね、っていうようなその考え方であったり、あるいは、ニューエイジフーズ、ネクストジェンフーズ、ネクストジェンフーズは、その鶏だけに特化して鶏風のものをやったりだとか、っていう風で、まあ世界中のスタートアップが集まってるせいもあるんですけども、振れ幅だったり、その独創性だったり、そういうところが非常に刺激になるなというふうに思います。こうやられてみてこういったところが面白いから一緒にもしかしたらできるかもなみたいなことも、多分皆さんアイデアとしてはいろいろお持ちだと思うので、またちょっとそういうののアップデートがあったりとか、表に出せるようになってきた時にはこう我々だけじゃなくてこう皆さんにもぜひお伝えをいただきたいなとするといいなと思うんですけど、ちょっと実はもっとお話をお伺いしていきたいところではありつつ、ちょっとまた後ほどそのスタートアップとお仕事をされていく中でいろいろお気づきの点とかもちょっといただこうと思ってますんで、ちょっと一旦志麻さんはこちらでというところで、一旦ちょっと志麻さんのパートは終わりにして次にちょっとさせていただきたいと思います。志麻さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたらですね、そしたら志麻さんは一旦こちらに、志麻さん一旦多分こちらにはけていただきまして、ありがとうございます。はい、志麻さんから代替タンパクのお話なんかもいただきましたけど、ちょっと次はですね、また大豆絡みということでちょっとその話をいただきたくてですね、ちょっと早速ですが丸山さんにちょっとお越しいただいて、藤子丸山さんからちょっとご紹介が何かお持ちなので、それも含めてどうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ご視聴ください。はい、ちょっと実は私大豆ライス自体は個人的に別にいただいたことがあるので、ちょっと後ほどしっかりいただいて感想は今ここでお話をしようと思います。私ちょっといただきます。ぜひぜひ。はい、丸山さんよろしくお願いします。はい、今お持ちいただいたものはどういったものになるんでしょうか。ですね、この大豆ライスなんですけれど、まあ、見た目は、まあ、まるでお米なんですけど、実は原料が大豆でして、で、まあ、普通のお米と比べてですね、圧倒的に糖質オフ、まあ
85% オフなんですが、同じ量のお米と比べて高タンパク、まあ、そういうちょっと未来の主食としてですね、開発したものです。で、まあ、我々としてもちょっとターゲットが分からなかったこともありましたので、うん、まあ、藤子としても初めて、まあ、この1月にですね、まあ、クラファンを行いまして、まあ、幸いですね、ご支持いただいたので、まあ、この3月からですね、この3月から、まあ、D2C で、まあ、直販で、まあ、テスト販売を開始したということと同時にですね、B2B でもまだ都内で4店舗ぐらいなんですが、まあ、レストランさんとですね、うん、提供させていただいて、まあ、少しずつ今市場を探っている段階です。で、まあ、今回フードテック、スタジオバイズに参加させていただいて、このご縁がありまして、今日まさにこの場所ですね、ここのケディシー、はい、KDC の3階のフロアで、まあ、コラボメニューがですね、今日から、提供できることになりました。それが今食べていただいたものです。でメニューなんですけれど、まあ、KDC の、中に入っております、宮城県の石巻市の、まあ、複合施設で、森海アスさんがあるんですが、まあ、そちらのシェフがですね、今回開発、していただいたもので、まあ、その名もですね、5月の海の幸ロカボパエリアということで、ロカボ、まあ、いいですね、ロカボです、ロカボのパエリアということでしたけど、お味とかどうでしたか？あ、いや、多分言われなかったら分かんないですね、はい、お米じゃないっていうことは、はい、私も先日お米とチョコいただいたんですけど、はい、岡田さんもおっしゃってたみたいに、うん、結構こう食べ応えもしっかりあって、うん、なので、何でしょう、言われないとこう形もお米なので、なんか普通にこうカレーとかパエリアいただけるとこうあんまり気にせず、しかもこう今だと結構糖質ってうるさいじゃないですか、ね、そうですよね、うん、で気にせずこうどんどん食べれるっていうのは、まあ、あんま食べ過ぎも良くないのかもしれないですけど、うん、なんかすごい嬉しい話ですよね。そうですね、はい、まあ、世の中にはね、ブロッコリーライスとか、カリフラワーライスとか、そうですね、まあ、ありますけれど、やっぱり、まあ、美味しくて、うん、まあ、健康によくて、まあ、タンパク質がいっぱい入ってますので、かつ今林本さんが言ってるんですが、お腹を膨らませてくれると、うん、まあ、この三律を目指して開発したもので、まあ、これから今日からなんですけど期間限定なんですが、ここ KDC でですね、より多くの皆様にその健康と美味しさと、うん、まあ、満腹ですね、まあ、それを体験していただけたらなというふうに思っております、はい、ありがとうございます、はい、ゴールデンウィーク中もね、食べられるということみたいなので、はい、ぜひ皆さんこちらも富士生産の先ほどのチリンドロンと合わせて食べていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと後ほどまた森山さんに再度ご登板いただく機会ありますので、ちょっとまたこちらも短くて恐縮なんですけど、はい、一旦、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、今あれですね、最初は大豆ミート来て、うん、まあ、パエリアも大豆ライスなんですけど、一応海鮮のものが入ってましたが、はいはい、やっぱ野菜ですかね、次はね。そうですね、林間さん、うん、ちゃんと野菜食べてますか？一応食べるようにはしてるんですけど、うん、なんかまあ一人で暮らしていてこうちゃんと十分取れているかというと、うん、まあ、ちょっとやっぱやや不安もありということで。そうですよね、はい、次登場していただくかごめさんはどれくらいその野菜を取れたかっていうことが分かるっていったようなそのサービスっていうのをスタートアップとやられてるってことなんで、ちょっとぜひお話聞きたいなと、はい、そうですね、はい、レジチェックとおっしゃるみたいなので、ちょっとそれもお持ちいただいてるみたいなので、うん、はい、ぜひちょっと、じゃあちょっと吉見さんこちらで、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。吉見さん、今日レジチェックは一応お持ちいただきまして、うん、ね、ちょっとせっかくなのでカメラに向かって、うん、そうですね、ちょっとカタカナで大きいベチャックレジチェックと書いてあるんでですね、間違いはないんですけども、はい、これはどういったものになるんですか？ですね、これ、これ蓋なんでちょっと外しますと、これ実は光センサーでございまして、これをですね、ちょっとすみません、手のひらをですね、ここに押し当てまして、皮膚の中のカルトの位置を測っているというものでございます。で、これでですね、実はこれ自身もですね、ドイツのベンチャー企業と共同開発したものでございまして、まあ、このデバイスもそうなんですけども、これ測定するためのですね、アルゴリズム、これをですね、共同開発していると。そういったものになります。でこれをですね、まあ、絶賛売り出し中でございまして、うんうん、まあ、いろんな流通店舗さんもそうですし、実はですね、阪急の梅田店の地下に我々グリーンズというですね、お店があるんですけども、自前店舗が、まあ、そこにはですね、これを置いておりますので、うんうん、もしですね、ちょっとなかなか今出張難しいと思うんですけども、行かれた時にはですね、阪急の梅田店地下1階に行っていただけると、我々の自前店舗のところにこれは置いております。ありがとうございます、はい、ちょっとぜひ行ける方は行っていただいて、ぜひ実際に試していただければなと思うんですけど、
今もこのドイツのスタートアップとの開発をされたということで、パゴミさんすでに海外のスタートアップの取り組みをされているということなんですけど、今回ご参加いただいた経緯をちょっと少しお伺いしたいとか、はい、あとこう参加してみてどういったこうカテゴリーのスタートアップが面白かったとか、ね、はい、ちょっとその辺のお話をぜひ。もともとですね、弊社の中というのは、まあ、いろんな部署が新しいことをやろうという、まあ、カルチャーはあるんですけれども、なかなかそれだとですね、スピードも含めて対応できないということで、まあ、昨年ですね、R&D を所管しているイノベーション本部の下にですね、新事業開発ラボというですね、これは技術断面のですね、イノベーションをまあ加速するという部署とですね、まあ、我々、私の部署なんですけれども、社長直轄で事業開発室と、そういった部署を作りましてですね、やっぱり社内、まあ、国内外含めてですね、やっぱり取り組みを取りまとめていくという機能をですね、昨年から稼働させております。で、まあ、その中でですね、我々、まあ、もちろんそのプラントベースとかですね、植物性領域の新商品の開発もやっておりますけれども、まあ、例えばまあこういうですね、センサー、デバイスとですね、健康データを使ってですね、新しい事業領域をやるということで、健康事業部といったですね、新しい部署も立ち上げてまして、これはですね、物販、物は売らないんですけれども、サービスを提供すると、まあ、そういった部署でございます。先ほどビデオにもおいしい健康さんみたいな会社も出られたので、はい、結構そういったこうデータも含めて、そうですね、こうウェルネスみたいなところに、はい、ご興味をお持ちの会社さんも多かったんですが、はい、やっぱカゴメさんとしてもその辺はすごく面白い分野だなと。そうですね、今の文脈で言いますと、デバイスと、まあ、健康データということになるかと思うんですけども、やはりですね、食品製造会社でございますので、やっぱりデバイスというのはですね、なかなか自前で、充足できないということもありましてですね、まあ、今回もですね、ロボティクス の, スタートアップさんいらっしゃいましたので、やっぱりお客さん、まあ、我々が使うというですね、お客様に対してそういうサービスを提供するということで、何か一緒にできないかというディスカッションを今開始しておりますし、あと今回林島さんからもありましたけど、ウェルネスということで、やはり健康データをですね、これからどういう形で我々サービスの中に取り入れていくかということは一つ大きなテーマでございまして、まあ、メニューとですね、健康データのですね、これスタートアップさんともですね、今ディスカッションを開始しておりまして、まあ、我々のこういったですね、デバイス、健康データのサービス提供を含めてですね、まあ、統合的なサービスできないかということを検討しております。ありがとうございます。はい、テクマジックさん含めてなんかロボティクスの会社さんにもいろいろご参加いただいたので、まあ、ちょっとその辺も面白い会社だなと我々も思ってますし、ちょっとそういったウェルネスの話もですね、伊藤園さんとか博報堂のドロメさんからも熱いコメントもいただいてたので、本当に要注目の分野だなと思ってるんですが、ちょっと一旦ここでですね、現地に来ていただいているパートナーの方以外に本日ちょっと来られなかった、他のパートナーの皆さんにもメッセージをいただいていまして、ちょっと辻町の方からもまずはコメントをいただいているんですけど、今回辻町の辻さんメンターでもご参加いただいてまして、何でしょう、こうどしっとしたいいメッセージをいただいてますので、ちょっと辻さんからのメッセージを流せればと思うんですけれども、よろしいでしょうか。じゃあよろしくお願いします。こんにちは、辻町グループ代表の辻義樹です。半年前のフードテックスチューリオバイツのスタート時に、私は辻町グループはフードテックをカリキュラムに組み込んで、その最前線で活躍できる料理人を輩出することを目指すと宣言するとともに、私個人としてもこれから新たに立ち上がる食産業領域の発展や課題解決に貢献したいという自分の思いを皆さんにお伝えしました。この我々の新しいチャレンジはまだ始まったばかりですが、この短い期間の間にも変化の兆しがいくつか見えてきています。その一つがバイツを通じて辻町グループの学生や卒業生とアメリカで何かコラボレーションできないかという問い合わせをアメリカのスタートアップからいただいたことです。若いスタートアップと何か一緒にやることになれば、それは辻町の歴史の中でも初めてのことですし、スタートアップの動きの速さや発想の柔軟さを実感できるこの提案に、私自身非常にワクワクしています。また今春、東京大学の大学院で調理ロボットの研究開発をしていた学生が、東大を1年間休学して私たちの学校に美味しさ作りを学ぶために入学してきてくれました。食の分野での領域、横断的な交流や学びの機会が今確実に増えてきていることを実感すると同時に、
過去に例のなかった新しいチャレンジをすることの喜びを私も職員もそして辻の学生も感じ始めていて、改めてチャレンジこそが活力の源であると感じています。実際私たちがこのフードテックの分野で寄与できるとすれば、それは美味しさを担保することだと思います。もう少し言葉を選ぶと、ガストロノミーという概念とその価値をこの領域に持ち込むということです。一方、いまだに食の世界には人間を凌駕したと言われる AI も、 AI を上回ったと言われている藤井聡太もまだ現れていません。そしてもちろんその出現に私たちは深く関わり続けたいと思っています。そのためにも私たちは皆さんと共にこの活動を続けていくつもりです。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、辻さんありがとうございました。辻町というところ調理師学校なので、食品会社じゃないんですけど、 SKSJ にも辻さんから山田さんとかご参加されてるんですね。そうなんです。結構早いタイミングからいろいろ学びに来ていただいていまして、なのでそうなんです。だからそういうテクノロジーのところの分野に関しては研究されてるなというイメージを持っています。食品会社の皆さんだけじゃなくて、こう加えて調理の面からもこういった調理師の方とかにこうよりテクノロジーも活用していただけるようになると、うん、より一層盛り上がって面白いのかなと思うんですけど、うん、一方でこうメンターとしても小方さんご参加いただいてたと思うんですけど、うん、ちょっとなんかその辺メンターとしての視点で見るとこうどんなことをこう気づきだったりとか、あ、こうやって企業の皆さんがスタートアップと喋っていくんだなみたいなことをお感じになった部分はありますか？あ、そうですね、私たちも感じるところなんですけど、スタートアップの方ってやっぱものすごいパワフルですし、そうですよね、動きもものすごい速いですし、なのでその中身もそうなんですけど、事業の中身もそうなんですけど、テンポとかいろいろこう話すテンポ、いろいろマインド含めてどんどんなんかこっち側もこう変わっていかないといけないなっていう気にやっぱさせてもらえるっていうかですね、うんうん、やっぱりそういうなんか気づきが皆さんの方にもなんか生まれてるのかなっていうのは感じましたね。はい、ありがとうございます。はい、そんな気づきということで、今ちょっと岡田さんからもいただいたんですけど、せっかくなので吉見さんにもちょっとお伺いをしたいと思うんですけど、はい、こう海外のスタートアップ含めていろいろお話しいただく中で、まあ、すでにリリースも出されたこう TWO さんとの取り組みなんかもあると思うんですけど、はい、こう接していく中でこんなことをこう学びとか気づきとかで思われたところって何かあればぜひちょっとコメントいただけると。そうですね、まあ、大企業さんとの連携はですね、まあ、比較的経験値は弊社の中もあるかなと思うんですけども、やっぱり一番違うのはですね、スタートアップっていうのはですね、まあ、誤解をするのに言うとやっぱり一点突破といいましょうか、一点すごく強いところがあって、他はですね我々はカバーしなきゃいけないと、そういう組み方になりますので、やっぱりそこを理解しないといけないっていうところと、やっぱりスピード感ですよね、全く違いますんで、うちのメンバー、市のメンバーも含め社内結構その辺はですね、今回やる中で戸惑いは相当あったと思うんですけども、この辺りをですねやっぱり経験値として踏んだということがですね、まあ、実は先週14日にですね、まあ、トゥーシャというですね、実はフード領域では、全く知られてない会社でございまして、事実上この4月からですねフード事業を始めたばかりのスタートアップさんと提携ができたということで、まあ、社内もいろいろ意見はあったんですけども、渋谷のですね、ロフト店の2階にですね、プラントベースフードのですね専門レストランを、今開設しておりまして、なかなか珍しい業態、多分日本でもすごく珍しい業態だと思うんですけども、まあ、そういったところとですね提携することができたということでございます。ありがとうございます。はい、そのロフトのレストランには行けばそのトゥーさんの商品を食べれると、まあ、実は先週ですね、まあ、弊社の社長である山口と、まあ、トゥーさんのですね、まあ、東社長とですね共同記者会見開きまして、そこ で、まあ、その時山口も申し上げたんですけども、非常にですね、美味しいプラントベーストフードに仕上がっておりまして、我々もですね開発、まあ、マーケティングの人間含め、まあ、いろいろ試食はしたんですけども、やはりその美味しいというところがですね非常に刺さったということでございまして、まあ、ほとんどそこで決まったような感じはありますけども、業務提携が我々もですねやっぱりそういうスピード感にですねなんとかついていけたのかなっていうところはですね、やっぱり今回このプログラムですね、いろんな会社さんと、まあ、結構なスピードでいろんなディスカッションしましたので、まあ、その辺が生きてきたのかなというふうにはすごく感じております。
ありがとうございます。ちょっともう少しお話をお伺いしたいところなんですが、ちょっとあの全体の時間まで来るということで、ちょっと吉見さんにはこちらまでということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スタートアップの力も、ね、うまく借りてこうスピードアップをするところと、うん、はい、自分の得意なところとそうじゃないところを組み合わせてこう本当にあのいい補完関係でやられてるんだなと思うんですけど、そうですね、はい、そういった意味ではですね、こうあの東京建物さんもなんか実は面白い取り組みやられてますよね、はい、うん、そうですね。フードラボもね、あの岡田さんも行かれたことあると思うんですけど、はいはい、プランテックスさんとかのコードも、ね、やられていて、はい、こうあの見に行かれてこうどうしようこういわゆる老舗のデベロッパーとスタートアップという組み合わせですけど、うんうん、なんかすごく面白いなと思いますが、はい、いや、あの東京建物さんはあの去年やったスマートキッチンサミットの、あのジャパンの方でも登壇していただきました。で、まあね、あの直接食品に関わっているというわけではないんですけれども、でもそういったそのスタートアップがちょっといろんな施設が欲しいとか、やっぱそういったところをすごく支えておられますし、あとその実はそのグローバルであのフードテック の, そのいろんなそのコミュニティがあるんですけれども、あのフューチャーフードジャパンといったところの設立なんかもその裏であの本当に支えておられて、だからあの八重洲とかああいう老舗のところから実はグローバルと か, なんかヨーロッパとかそういったところにつながるっていうそのゲートを作ってくださってるなという印象があります。ありがとうございます。はい、じゃあそんなフューチャーフードジャパンもですね、うん、あの実際に携わられている澤さんからちょっと今日メッセージもいただいてますので、はい、ちょっと行きましょうか。じゃあ澤さんのやつよろしくお願いします。建物澤と申します。私たち東京建物は歴史的に食の中心地であった八重洲、日本橋、京橋エリアを中心にしまして、多様な食のプレイヤーの方々に集まっていただき、この街の歴史、文化とフードテックといわれる最先端のテクノロジー両方を活用しながら、ここから常に食の未来をアップデートし続ける食ビジネスを作り上げる、そういった街づくり、そしてその先にある持続可能な街づくりというものを目指しております。その取り組みの一つとして我々は2年前に京橋に東京フードラボという施設を開設しました。1階には今回のバイツのスタートアップとして採択されていますプランテックスという会社が植物工場兼研究所として開設しております。2階につきましては本格的な厨房設備を備えておりますので、自社で厨房設備をお持ちでないスタートアップの方であったり、あるいは大企業の方でも食産業の方ではなくて、これから新たに既存のビジネスと食を掛け合わせた新規事業をやりたいと、そういった方々が R&D のために使っていただいております。またこのフードラボを拠点にして今回のバイツのメンターでもありますフューチャーフードのサラと一緒にフューチャーフードジャパンとしてグローバルな活動も展開しております。そして同じ京橋エリアの中に水場という施設も持っています。こちらにつきましてはフードラボと違い大通りに面した開放的な設備になっておりまして、主にテストマーケティングであったり実証実験、あるいはポップアップストアみたいな、そういった社会に発信したい、そういった目的で利用いただくことが多いです。今後バイツのフェーズにつきましても実証実験であったり POC、 そういった取り組みもどんどん増えてくるかと思います。我々はこういった水場などの設備を活用しまして、今後の皆様の活動を支援するとともに、バイツの目的でありました持続可能な社会の実現、またその実現するための新食産業の創出、そういったものに取り組んでいきたいと思っておりますので、引き続き皆様と一緒にやっていければと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、澤さんありがとうございました。何でしょう、デベロッパーと植物工場の組み合わせでやっぱり何度見てもこう意外な組み合わせではあるかなと思うんですけど、うん、なかなか面白い組み合わせで今後もまあ要チェックかなと。そうですね、東京にたくさん生まれてほしいですよね。そうですね、はい、はい、ということで一見こうフードのバリューチェーンというとパッと思い浮かんでこないようなデベロッパーから今お話を東京建物さんいただいて、うん、次なんですけどガス会社ということで誰もが知っている東京ガスさんからも実は今回ご参加いただいていたので、はい、メッセージをいただくんですけど、今回こう本当に巨大な老舗の企業もスタートアップとお話しされる中でこう気づかれた点とか、うん、あ、やっぱり全然スタートアップと違うんだなみたいなことをお気づきの点が、まあ、あったとのことなので、はい、なんかその辺のお話もいただこうかな。聞いてみましょう。はい、はい、じゃあ太田さんよろしくお願いします。
東京ガスデジタルイノベーション戦略部の太田です。私たち東京ガスは明治時代からご家庭の台所にエネルギーをお届けするなど、これまでガスの炎を通じて深く食と関わってまいりました。ですので当社の事業と食事業っていうのは非常に親和性が高いというところから、今回食領域における新規事業の創出、そして食事業を通じた社会課題の解決というのを目的に、このフードテックスタジオバイツに参画させていただきました。東京ガスはこれまで食を消費する方々の近くで事業を行ってきたことが多いんですけれども、このフードテックスタジオバイツのプログラムを通じてスタートアップの方々と面談させていただいて、食が届くまでの間に非常に奥深く面白い技術がですね、たくさんあるっていうことに気づくことができました。スクラムベンチャー様からいただいた国内外のフードテックのトレンドであったりとか、フードテックのスタートアップの方々の情報などを通じてですね、社内における今注目されているフードテックの知識っていうのを深めることができました。私自身学生時代にアメリカでサステナビリティを勉強してきたということもあって、食料問題であったりとか水不足などの社会課題に対して非常に強い思いを持ってきたんですけれども、このエネルギー事業をコアとしている東京ガスにおいて、お仕事でこういった課題に取り組むことができるっていうのは非常に嬉しく思っております。ですので今回出てきたアイディアっていうのを実際にこう実現できるように、今後もですね検討を頑張っていきたいというふうに思っております。スクラムベンチャーの皆様には本当に魅力的なスタートアップの方々をご紹介いただきましたし、いつも手厚いサポートをしていただいて本当に感謝しております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、あらまあここに岡村さんがそのお手持ちの本は何でしょう。これはですね、もう来週発売なんですけど、とうとうこんなすごい本が出たと思わず台本にないのに紹介せざるを得ないという感じなんですけど我々の、メンターでもあります、石川、宮城大学の石川さんがですね、今日本はそのこういうフードテック系の、アカデミアというのはあんまり多くないんですけども、まあ、走りというか、4年前に、無理やり発見してですね、私も仙台まで押しかけて、それからスマートキッチンサミットジャパンにリクルートして、それから最近もめっちゃ売れっ子ですけども、ずっとお世話になってます。はい、はい、でまあ、最近はすごくなんですかね、フードテックの領域がね広がっちゃったんでいろんな話が出ますけど、もともと10年ぐらい前にそのテクノロジスト、ギークの人たちがやっぱりこう、フードテックに行ったことがね、やっぱテクノロジーがフードに流れ込んだ走りなんですね。まあ、その中心となるのがその分子調理っていわれることなんですけども、まあ、皆さんよくご存知 の元マイクロソフト CTO のネイサン・ミアボルトが書いたモダニスト・キルズ・インに代表されるような本がですね、まあ、いきなりそのギーク、プログラマーの魂をガチッと掴んで、まあ、テクノロジストのバントフードに来たっていうんですけども、それを日本の本がねなかったですね、長い間、まあ、日本で今売ってる本翻訳本ばっかりで、これ初めてですね、日本人が書いた、分子調理のなんと日本食の本、素晴らしい。そうなんですよ、これは結構画期的なことでですね、まあ、例えばこれこれはスパークリング手巻き寿司で、これは何かというとです、私も2年前にまたラボに行った時に学生さんと一緒に食べたんですけども、エスプーマって機械を使ってですね、このイクラに、二酸化炭素を仕込むんですね。そうするとこの手巻き寿司を食べると口の中でプチプチこう弾けるとかですね、あとはちょっとグロいと思われるかもしれませんが、これは、まあ、例ですね、ハイブリッド刺身と書いてありますけれども、これはマグロ対サーモンが、一体となったお刺身で、これは海苔でつけてるわけじゃなくてですね、トランス…アミノ酸のシートみたいな、そうそう、シートじゃなくて粉なんですけどね、トランスグルタミナーゼっていう、これは味の素が作っているものがあって、これを振りかけるとですね、分子と分子がつながってしまって一体になるので、これは分子調理を使う人たちにとってはですね、当たり前のあります、まあ、僕はアメリカのアマゾンで普通に買うんですけども、まあ、こういうことを使って、まあ、今までなかったような料理をするシェフっていうのは10年ぐらい前からたくさん出てきたんですけど、あんまりこれ日本でポピュラーになってないんで、まあ、この日本食でそれをやってみるって初めての試みが、なんか結構これでまたブレイクするかなと思って、来週発売だそう、分子調理の日本食、来週発売だそうですけど、ぜひ、はい、ちょっと今一旦いただきましょう。あ、どうぞ、ありがとうございます。はい、
で、次に今ちょっとコメントいただいたのは東京ガスさんということ で、 そうです、ね、はい、石川先生にもいろんなところ喋っていただいてますが、岡村さんも去年朝日地球会議 で、 岸野専務と一緒に登壇されてたかと思うんですけど、朝日地球会議は、まあ、地球をどう守るかっていう話でもだいぶ長い間やっておられるわけですけども、去年は初めてフードテックという枠をいただいて、私とですね、日例と、富士声優とということで、その、まあ、フードテックと SDG みたいなのやってるんですけど、まあ、同じような枠でですね、やっぱり日本企業がどうやって SDG を考えてるかっていう枠で、まあ、東京ガスの、岸野さんがこれらの朝日地球会議2020のサイトに行くとですね、見えますかね、行くとこう動画がですね、アーカイブが残っていてそのまま見えるんで、まあ、ご興味ある方はぜひ見ていただきたいなと、朝日地球会議2020で行くと思いますが、はい。で、まあ、これも私もあんまり知らなかったんですけども、そのね、インフラ会社と言われている方々が非常に長い間、うん、その地球のことを考えていろんなその打ち手をされていたことをですね、まあ、一から学んで、まあ、大変勉強になったセッションで、まあ、今回のフードテックスタジオバイツの、まあ、大きな目標の一つにもですね、やっぱフードテックを使ってやっぱ人を健康にする同時にやっぱ地球をよくきれいにしていくということがありますので、まあ、こういうことも、ぜひ、ね、関連するテクノロジーで、まあ、東京ガスの方が参加していただいてよかったなと思ってます。そうですね、はい、その同じこう環境とかサステナビリティという観点では、うん、こうパッケージングだとかっていうのもすごい大事な要素だなと思います。まさにね、パッケージなしで食品流通できないですからね。そうですね、うん、はい、そういった観点では今回年末にご参加いただきましたけど、三菱ケミカルさんも、うん、フードテックスタジオの18社のうちの1社としてご参加いただいてまして、うん、結構いろいろ自社で再生可能プラスチックだとかのともお持ちということなので、ちょっとなんかその辺のお話もいただけるということみたいなので聞いてみましょうか。はい、こちら佐野さんからメッセージです。よろしくお願いします。お願いします。三菱ケミカルは人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくことを快適と表し、快適実現というビジョンのもと、環境や社会の諸課題を解決することで社会と地球の持続的な発展が続くことを目指しております。食品関連の包装材や食品の機能材といった商品サービスをご提供する中で、これまで以上に SDGs の達成、カーボンニュートラルの実現、またハイプラスチック問題も貢献するさまざまなソリューション提供など強く求められていると感じております。当社は総合化学ならではの技術と製品の組み合わせを生かし、本プログラムに参画されている皆様とオープンイノベーションによる新たなソリューションの構築、また自らも持続的な発展ができるように取り組んでまいりました。具体的な取り組みといたしましては、弊社は本年1月からですね、リソースパートナーとして参画させていただいたんですけれども、この短い期間の間に複数の企業様との新しい取り組みに関する会話をさせていただき、またスクラムベンチャーさん主催の勉強会にも参加させていただきました。こうした機会を通じてですね、皆様がいかに食の持続的な継続について取り組んでおられるかについて目の当たりにし、非常に感銘を受けるとともに、また刺激ともなりました。これらのソリューションをさらに皆様に積極的に発信しまして、新しいイノベーションやソリューションの発信ができればと考えておりますので、ぜひ今後ともこういった製品ありますので弊社へのお声掛けをいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、佐野さんありがとうございました。フードバリューチェーンも本当に、ね、幅が広いの で、 で、ね、はい、こういったこう環境に関わる話も食品の話もあって、うん、ということなんですけど、うん、はい、実は今回ちょっと少し冒頭の前半のパートでも言ったんですけど、自治体にもご参加いただいてまして、はい、ちょっと早速なんですが、道場六三郎を生んだ加賀市ということで、はい、加賀市の宮本市長からお話しいただいてますので、ちょっと少しこちらのメッセージというのをいただきたいなと思うんですけど、他にもスーパーシティ構想ということで、うん、加賀市って実は結構スタートアップとの取り組みなんかもいろいろやられてるんですけど、ね、全然知りませんでした。それはちょっと正確な数字は忘れてしまったんですけど、うん、そもそも加賀市ってマイナンバーの普及率自体が6割ぐらいあるみたいなんですよ、ね、すごい、うん、はい、っていうところもあって、実はこう隠れたこうなんでしょう、テクノロジーがこう潜む街というところで、加賀市からもメッセージはそろそろいけるかなと思いますので、行ってみましょう。じゃあ宮本市長よろしくお願いします。加賀市長の宮本でございます。加賀市ではここ数年
第二次産業革命を見据えまして、人材の育成と先端技術の導入を図ることによって新しい産業の創出と産業集積を図っていこうということで努力を続けてきたところであります。昨年、ダボス会議で有名な世界経済フォーラムから G20 グローバルシティアライアンスの一つの都市として選定をいただきました。これまでのスマートシティへ向けての取り組みが評価をされたというふうに思っております。我々の地元加賀市では高級ブドウでありますルビーロマンというものを作っているわけでありますが、石川県が開発をした農産物でありますけれども、それまでこのルビーロマンの製品化率っていうのは非常に低くてですね、50% いけばいい方だというふうに言われていたわけであります。さまざまなハードルがあるがゆえにですね、難しかったわけでありますけれども、この3、4年データ管理と見える化をすることによって加賀市におけるルビーロマンの製品化率が飛躍的に向上をいたしました。7割くらいのですね、製品化率を今確保することができたわけでありまして、このことによって農家の方々の所得の向上や後継者の育成に非常に大きく貢献をしているわけであります。現在このデジタル化の流れというのはあらゆる分野に今広がってきているわけでありまして、これは農業にとどまらずあらゆる産業界へ革新的な動きをもたらしていくものだというふうに思っているわけであります。今回フードテックスタジオバイツに我々参加をいただくことを許しをいただきました。この食そして農業を含めた食の革命というのはこれがどん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 起こってくるわけでありまして、そのためにはぜひフードテックスタジオバイツの皆様方とともにですね、加賀市から新しい食のイノベーションを起こしていきたいなということで我々も参加をさせていただいたということであります。今現在加賀市は国が今掲げておりますスーパーシティ構想に手を挙げて、その公募に今手を挙げたところでありますが、その柱はですね、いわゆる加賀市版 e レジデンシーというものでありまして、いわゆる電子加賀市民を国内外に作ってですね、関係人口を拡大することによって高度人材との交流、そしてまたベンチャー企業との交流をですね続けていこうということでスーパーシティ構想の柱と今しているわけであります。そういう意味ではフードテックスタジオバイツさんの国内外におけるネットワークをですね、ぜひ加賀市においても生かしていきたいなというふうに思っております。加賀市はまさに今現在消滅可能性都市と言われておりますけれども、ぜひ今回の取り組みを通じて挑戦可能性都市加賀市へ向けて努力を続けていきたいなというふうに思っております。おそらく加賀市でやれば何かができると、そういうことを感じ取っていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、宮本市長ありがとうございました。前向きに積極的に海外のスタートアップともね、やり取りをされるような街ということで、本当にびっくりなところも ね、あると思うんですけど、今回スタートアップと海外のスタートアップともいろんな大企業の皆さんとお話しいただいたので、その中でこう気づきの点なんかもちょっとお話しいただこうと思いまして、ちょっと丸山さんに再登板をお願いしようと思います。はい、丸山さんちょっとぜひお願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと再登板ということで、はい、もう一度お話をお伺いできればと思うんですけど、はい、いろいろ海外のスタートアップもですね、藤子さん本当に下準備も丁寧にされてお話しいただいたっていう印象がすごく強いんですけど、そういったこうコミュニケーションを皆さん若手の方も入ってされる中で、はい、こう意識が少し変わったなとか、こう若手の方を見られてこういう部分が少し何でしょう、影響を受けてるなとかっていうところがあれば、ちょっとぜひ皆さんに向けても発信いただければと。取り組みの中 ですね、まず昨今のコロナ禍は皆さん同じだと思うんですけれど、非常に新しいコラボレーションができない、やりづらい中 ですね、今回のフードテックスタジオバイツの、この三角点、非常にいい機会になりました。で、そういった中 ですね、我々も会社としては初めてに近い形で、国内外
の、まあ、スタートアップの皆さんと、まあ、コミュニケーションする機会をいただいたんですけれど、やはり一番感じたのはですね、やっぱりスタートアップの皆さんの発想とか、まあ、スピード感が我々、まあ、旧来の、まあ、食品メーカーとはやっぱりかなり違うなというところです。先ほどカゴメの吉見さんもおっしゃってたんですけど、やっぱりスタートアップの皆さんは一点突破型で、まあ、集中してやっておりますので、我々のようにですね、まあ、ちょっと1年2年かけてですね、ステップを踏みながら、まあ、いわゆるウォーターフォール型で開発するような開発ではなくてですね、いわゆるアジャイル型の開発っていうんですかね、まあ、そういった中で非常にスピード感と発想、まあ、大変刺激を受けました。我々の先ほどご紹介したダイズライズもですね、実は社内的には結構アジャイル型で、うんうん、まあ、1年ちょっとで世の中にテスト販売をしたんですが、もう全然かなわないなというところが実感です。であとですね、弊社の、まあ、中身で言いますと、我々は主に今は、まあ、国内事業を中心にやってるんですが、まあ、今回は海外のですね、数々のスタートアップの皆さんと、まあ、コミュニケーションする、まあ、非常にいい機会をいただいてですね、やっぱりまあ今後のですね、海外展開、海外事業、まあ、それに向けての、まあ、試金石になったかなというふうにも思います。最後にまあ林間さんに振っていただいた形なんですけど、我々今回参加したメンバーなんですけど、私を除く6人のメンバーなんですけど、平均年齢が多分30半ばぐらいだと思うんですけど、多分他のパートナーさんと比べてもちょっと若いのかなと、うん、で社内横断的にですね、ちょっと若手、まあ、を抜擢したというかですね、参加してもらったんですけれど、やはりまあ今回のこの貴重な経験ですね、プロテックスタジオバイツでいろいろな社内外 の, スタートアップの皆さんとコミュニケーションした、まあ、非常に貴重な経験をですね、まあ、今後の、まあ、将来の富士子だけじゃなくても食品産業の発展にも、まあ、つなげていていただけたらなというふうには思っております。はい、ありがとうございます。こうあれですね、岡田さんもいろんな会社も普段の仕事の方でサポートされてると思いますけど、はいはい、なんかこういったこう実際にやられて気づきなんかがあったりとか、こう変わっていかれるようなこともあると、うん、なんか刺激にもすごくなりそうだなと思いますよね。そうですよね。特にね、若い社員の方がそういう刺激に触れるっていうのはすごくいいですよね。やっぱり今後につながるなと思います。はい、実際にスタートアップの CEO の皆さんとかですね、もう結構若いの で, そうです、ね、確かにもうほぼ同世代で向こうはこんなに頑張ってるっていうのは本当にいい刺激になったと思います。うんうん、ちょっとそんな、ね、刺激も生かして、この丸山さんとそれから若い、ね、30代の皆さんのチームにもますます頑張っていただいて、新しいこう大豆ライスとそれに続く製品もこうローンチいただければなと思います。はい、じゃあ丸山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで藤子さんはですね、実は神戸に本拠地がある会社ということで、はい、今日もだから東京までお越しいただいた形なんですけれども、はい、神戸市はですね、自治体としても今回ご参加いただいてまして、はい、そんな神戸市さんからもですね、メッセージいただいてますので、ちょっとこちらも流して皆さんに見ていただければなと思います。それではちょっと神戸市から武田さんですね、よろしくお願いします。新産業課長の武田です。このような場を与えていただいてありがとうございます。神戸市ではですね、2015年に久本市長がですね、シリコンバレーに自ら訪問する機会がございまして、その場で500スタートアップスといったまさにですね、世界最先端のスタートアップの支援機関とお話しするような機会がありまして、そこからスタートアップ施策に取り組んでおります。今ご紹介したようなですね、500スタートアップスと協業した500神戸アクセラレーター、スタートアップのアクセラレーションプログラム、またスタートアップにフィールドを提供するアーバーイノベーション神戸といった事業、またグローバル都市としてですね、国連機関のユノップスと組みましてですね、スタートアップが海外に進出していけるようなチャンス、こういったものも神戸市の事業として取り組んでおります。でこれまでの成果としてですね、内閣府の方からも、日本の中でのグローバル拠点都市に選定を受けたりですね、先ほどの500神戸アクセラレーター、こちらに参加したスタートアップはですね、累計で120億円以上のですね、資金調達に成功しております。でこれまでですね、どちらかというと IT のスタートアップということでですね、我々支援を行ってきたところがあるんですけども、今回スクランベンチャーズ様とですね、一緒にさせていただくような機会をいただきまして、もともとその食文化でですね、それこそ庶民のですね、ぼっかけっていった、食べ物から神戸牛といったようなですね、本当にその
庶民から高級な食材というところまでの食文化というのもありますので、IT のスタートアップだけではなくですね、さらに領域というのを広げてですね、スタートアップの支援をしていきたいというふうに思っております。もう1点ですね、もうかなり阪神・淡路大震災から年数は経っておりますけども、震災の復興としてですね、神戸医療産業都市というものにも取り組んできております。20年以上その取り組みを進めてきた中でですね、ヘルステックですね、であるとか、医療、こういった分野はですね、非常に神戸の強みとしてあると思いますので、このあたりもですね、ぜひスタートアップの支援ということでしていきたいというふうに思っております。今回ですね、スクラムベンチャーズ様の枠組みの中で、地元の企業で言いますと藤子様であるとか、ユーハイム様といった企業の参画がされておりますので、そういったですね、企業様との、コラボレーションであるとか、まだこれからですね、こういった藤子様とかユーハイム様と協業するスタートアップ、多くのスタートアップというのをご紹介いただいておりますので、我々神戸市としてもですね、何か一緒にコラボレーションすることというのを期待しております。で、我々ですね、スタートアップ様であるとか企業様からのですね、お問い合わせにははい、もういつでも対応させていただきますので、もし神戸市と何か一緒にしたいなっていうの方がおられましたらですね、いつでも我々宛にご連絡いただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、武田さんありがとうございました。神戸さん、思ったよりも本当にいろんなところでヘルスケアも含めてね、取り組みをされているということ で、はい、ますます自治体さんとしての取り組みも楽しみだなと思うんですけど、今動画でもちょっとちらっとおっしゃってましたが、森下ユーハイムさんもね、神戸市が本拠地ということで、はい、今日特別に川本社長にお越しいただいてます。じゃあちょっとこちらへお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。林間さん、言っていただければ僕バムクーヘン持ってきたでも僕だけ手ぶらでちょっと来たね。せっかくいつでもどこでも誰でも焼きたてのバウムクーヘンを食べれるようにってやってるのに今ちょっとちらっといただいているんです。実はテオ君という、ね、名前で、AI を使って自動で本当に職人さんの焼きをこう再現するような機械もこの間ローンチされましたもんね。はい、そうですね。フードテックいろいろな誰のためにかっていう話があると思うんですけれども、弊社の場合はやっぱりその職人がこう本当に焼きたてのバームクーヘンを、今まで工場でしか食べれなかったのを、みんなに食べてもらいたいということで開発している面もあるように、やっぱり職人のためのフードテックっていう立場で、我々はフードテックの開発ということに力を入れております。それからフードテックイノベーションセンターということで、名古屋にユーハイムさん自ら監修もされて、こうフードテックのスタートアップが集まるようなインキュベーションの施設もこう作られたのがつい 3月のことですよね。はい、ありがとうございます。立ち上げ大変お世話になってたくさんのスタートアップの企業をご紹介いただいたわけですけれども、やっぱり我々も普段はあまりやらないそのテクノロジー開発っていうところへこう今力を入れている中で、やっぱりつくづく思うのは、やっぱこれ一社じゃ全くできないな、たくさんがこうどんどん集まってきて、で初めて世の中へ出ていく、でそのたくさんの人たちが集まるときに、その共通の思いとか夢とか、そういうようなところが非常に大事になってくるっていう意味で、そういうものをこう醸成していく場所をね、こうきっちり作っていってみんなでやっていきたいなっていう思いで立ち上げたのがフードテックイノベーションセンターです。これ立会であれですよね、そのテオ君の焼いたバームクーヘンも食べれるようになってるんですよね。そうですね、初めてテオ君3台実装して、そこへ来ると、いつでもどこでも誰でもバームクーヘンが食べれるというものを実際に見ていただけるというふうにしております。岡田さんまだ行かれたことないと思うんですけど、全部キャッシュレス決済とかもできるようになっている施設 で、 はい、でテオ君 の、 です、ね、機械がこうビーンとこう3台ぐらい動きながら一生懸命バームクーヘンが焼いているのを間近で見れるようになっているので、ぜひちょっと機械が ね、はい、ね、東京駅でちょっとやられた時に見せていただいて、もうものすごく可愛いですよね。可愛いですよね、うん、そうですね、テオ君本当に焼きたてのバームクーヘンをその場で食べてもらうっていう風なことと、やっぱりその初めての AI 職人っていうんですかね、はい、そこの人と共同するっていう風なところで、職人とマンツーマンでっていう意味で、職人の一番弟子っていう風な形での方向性でこうやってますんで、やっぱりその人とロボットっていう風なものがお菓子をこう作っていく世界っていうものをどういう風な世界で描いていけばいいかなっていう形で、ああいうような
ちょっと可愛いキャラクターになってるっていうんですかね、はい、ああいう形になってます。あのね、AI が何かこう置き換えてしまうということではなくて、こう人間と一緒にやっていくっていう、そのお考え自体も本当に素晴らしいなと思いますし、あのここ の今ご覧いただいている皆さんも、あのぜひちょっとテオ君のあるところにね行ってみていただいて、これ焼きたてのバームクーヘンってね本当に美味しいので、あの普段こうコンビニなんかでお買いになられるバームクーヘン自体もそれとしてはすごい美味しいんですけど、これ焼きたてならではのね、あの楽しみもあると思いますので、ぜひちょっと皆さんにもそういった機会を持っていただければなと思います。じゃあ、あの川本さん、ちょっと短い間ですけど、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということで、あのだんだん終盤に差し掛かってきましたけれども、今あの神戸市さんとそれから手前でかかしさんにもメッセージいただきましたが、うん、あの自治体実は3つご参加いただいてまして、はい、うん、あのもう一つはあの新潟市さんということで、いいですね、よくご存知ですよね。はい、もう新潟食の街ですから ね、はい、あの SKSJ にもあの、はい、ご登壇いただきました。そうですよね、はい、あの結構積極的に本当にフードテック自体の発信もやられてるなというふうに思うんですけど、うん、あのそんな新潟市さんからもですね、あの今回メッセージいただいてますので、じゃあぜひいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。新潟市産業政策課の中島です。新潟市のフードテックに関する取り組みについて紹介いたします。新潟市では食関連産業の集積を生かして、昨年度からフードテックをテーマにした様々な取り組みを行っております。昨年度はフードテックをテーマにしたオンラインイベントを3回開催したほか、市内の食関連産業と中小企業、スタートアップとのマッチングや新事業創出のための連続オンラインセミナーを実施いたしました。特に、マッチングイベントでは市内の大手食品メーカーの亀田製菓さんや市松かまぼこさん、和京商店ホールディングスさんをニーズ提供企業としてお招きし、各社のフードテックに関する現在の取り組み、また参加者とのマッチングも行い、大変好評いただきました。また連続オンラインセミナーではフードテックスタジオバイツの岡村さんにもご登壇いただきまして、新潟のスタートアップにたくさん刺激をいただきました。その結果、協業案件も徐々にではありますが実績が出始めております。今年度は昨年度の事業を継続しつつ、新事業創出を目指す協業アクセラレーション事業を新規で行います。市内の食関連産業との協業による新事業創出を進めていくため、専門家によるメンタリングやデモデーの実施など新たな取り組みについても予定しております。最新情報はホームページや Facebook で随時更新しますので、フォローいただけますと幸いです。また検索フォームで新潟市フードテックと検索いただくと一番最初に出てきますので、クリックお願いいたします。フードテック分野で地方エリアでの展開をお考えの方はご相談ください。ご連絡お待ちしております。はい、ありがとうございました。こちらまで、ね、自治体も3つ入っていただきまして、うん、あの会社だけじゃないっていうところもすごく面白いポイントかなと、うん、そうですね、あの手前味噌ながら思ってるところもありますので、うん、あのぜひご興味を持たれた自治体の方、あのご連絡もいただけると嬉しいなと思うんですけれども、ここでもう少しちょっと話を元に戻して、はい、今までこう学びとか気づきみたいなお話をいただいてきたと思うんですけど、うん、先ほどあの代替タンパクについてもコメントいただいた島さんからですね、改めてちょっと思われたところっていうのをいただきたいと思いますので、はい、あのぜひあのお話しください。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。お願いします。はい、すみません、よろしくお願いします。あのブッダボール改めて美味しかったです。あのちょっと皆さんぜひ青山のザバーンに行かれて食べてみてくださいという宣伝もしつつなんですけど、はいはい、あのこのゼロミート自体もともと8ヶ月とか7ヶ月で立ち上げされたんですよね。そうですね、あの2018年の4月にあの組織をキックオフして、でそこから7ヶ月でとにかくもうロケットスタートで、2018年の11月にこのゼロミートという事業をスタートしました。はい、このスタートアップみたいなこうスピード感でこう立ち上げられてきたということだと思うんですけど、はい、どうでしょう今回、まあ、とはいえこうスタートアップの方ともお話をされる中で、まあ、彼らって本当にこう一直線に向かっていくっていう、こうパワフルなこう仕事の仕方をされてると思うんですけど、その刺激とかどうでしたか。そうですね、それこそ今申し上げたみたいに、我々も当初は7ヶ月でロケットスタートして立ち上げました。でそこから、まあ、本格的に発売しましたのは19年ですから、ちょうど今2年経ってるんですけど、その間っていうのは立ち上げてからは商品の品目をこう増やしていったり、売り場を増やしていったり、あるいは、家庭用のみならず外食に広げていったりって、こう
事業を一生懸命広げていったんですけども、まあ、ちょうどこの2年ぐらい経った今ですね、にこのスタートアップさんとたくさんお会いする機会があって、ちょっとこう改めて頭をガーンとこうされたというかですね、それぞれやっぱりスタートアップさんっていうのは、スタートアップ企業の方々っていうのは少人数でクイックにですね動かれているということで、今一度やっぱりあの頃の熱い気持ちをこう思い出したっていう感じですね。だから非常に強い刺激を受けました。はい、岡田さんも普段いろんな会社とお仕事をされる中で、はいはい、とはいえ1年経たないうちに食品会社の方が製品をローンチされるってこうなかなかないですよね。やっぱり気にされるのは本当にマーケットがあるのか、あと品質がやっぱり足りるのかで、結構ね人事異動なんかもやっぱり大企業とありますので、誰がこの事業を担うのかと、もういろんなところを考えるところがたくさんやっぱり皆さんあって、なかなかねアジャイルでなんとかって言っても難しいところがあったりすると思うんですけど、どういうふうに克服されて、そこはやっぱり企業としてのもともと持ってる足腰というか、それこそその品質をきちっと保つであったり、はい、守るべきものは守るっていうところはもちろんちゃんと担保しながらですね、まあやっぱり高速で回すっていうところですよね。はい、それを小さく高速で回すっていうふうにこう解決していったかなというふうに思ってますし、はい、今一度さっきの話に戻りますけど、2年経って改めてスタートアップの方を見る、ご一緒すると、あ、そうそう、このスピード、この厚さが大切だなっていうのをなんか思い出した感じです。で、まあそんな中でこの大豆ミートを中心とした市場っていうのも、お客様、生活者の方々、消費者の方々たくさん増えてくださって、市場も広がってますし、そんな中で当社だからできることっていうことで、大豆ミートのジャス企画、農林水産省様と一緒に企画化っていうのも進めていくことで、社会貢献をますますしたいなっていうふうに思っております。今の社会貢献っていうワードをちらっといただいたんですけど、実は今回Z会さんのお力も借りながら、我々フードテックスタジオバイツも少しちょっとお手伝いもさせていただいて、この4月から小中学生に使える、見てもらえる教育コンテンツということで、今回日清食品様、それから富士製油様と、それから大塚さんにもご協力をいただいて、教育コンテンツでちょっとね、志麻さんにもお話しいただいたと思うんですけど、こうそういったところもやられてみて、こうそのご感想だったりとか、こういうことがこう小中学生にも知ってもらえるっていうのはこうどうでしょうか。そうですね、先ほどお話ししたのは、授業を通して新しい価値で社会貢献していくっていう視点だったかと思うんですけど、今回このいただいた教育を通して社会貢献をするというのはまた新しい経験でありましたし、私の場合でいうとこのゼロミートを中心とした事業を立ち上げるときに、どんな背景で、具体的に言うと健康だったり人口だったりエコだったりっていう社会課題を解決したいがためにこの事業を立ち上げたんですよっていう背景でありますとか、あと、どのようにその市場のですね、お客様の求めていることを調べたりだとかっていうような、事業の立ち上げの背景、進め方っていうのを、その教育カリキュラムでですね、見ていただく方々に分かりやすいように噛み砕いて、お話申し上げたという感じです。ありがとうございます。ますますね、我々こうビジネスとして携わる側だけでもなくて、やっぱりこう今からまさにこう社会人にもなっていったりとか、そもそも日本をこう担っていくのは若い皆さんにもね、こうフードテックっていうのを知ってもらって、興味を持ってもらって、こう食べてもらってというようないいサイクルがね、こういったところから回ってくると本当にいいなと。そうですね、はい、思ってます。はい、はい、ということで島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで岡田さん、はい、長時間お付き合いいただきましたけれども、はい、今の島さんのいい話、うん、教育にもねつながるという話まで来て、始めた時はねこんな教育までつながるようなプログラムになるとも思ってなかったんですけど、うん、岡田さんたちも出された本もそうですし、はい、今まさに足元でこうどんどん日本中でこうフードテック知ってもらえて、うん、みんなに興味を持ってもらえるようなこうそんな波が来ているのを感じますね、うんうん、そうですね。なので私たちもよく言うんですけど、その自治体がやっぱり興味持ってくださるっていうのもすごくいい循環だなと思っていて、そういう地域の単位で循環型経済を作ったり、あと教育にもちょっとねそうやって話が進んでいくと、ますますなんていうかな、将来のそこの熱いこの新しい産業を作れるんじゃないかなというふうに思いました。すごく、はい、ワクワクした、はい、セッションでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでですね、長い時間皆さんご視聴いただいた方本当にありがとうございます。こちらまでですね、パネルディスカッションというパートも終えまして、本日のコンテンツはおおむね終わりということなんですけれども、今回ですね、フードテックスタジオは、ね、9月に立ち上げまして、でそれから、トータルで18社、3自治体の皆さんにご参加いただいて、それから応募は218社、それで採択したスタートアップは85社ということで本当に大規模な、プログラムになりまして、で今日来ていただいた岡田さんもそうですけれども、メンターの皆さんにも30名、ご参加もいただいたということで、かなりこういろんな可能性とそれからいろんな選択肢が取れるような、プログラムになってきたなというふうなことを感じているところなんですけれども、一方でですね、フェーズ1も、今まさにこうなんとなくこう進行してきたところが分かっていただけたような、今日の回だったかなと思うんですが、ここで終わりということではなくてですね、今まさにこう入り口に来たところだと我々思ってますので、引き続き我々自身こうスタートアップとそれから大企業の皆さんをサポートしながら、実際に社会にテクノロジーが実装されてくるところまで、貢献できていくといいなと思っていますし、それからですね、これ今回ご参加いただいた方だけじゃなくてですね、今日いただいたいろんな気づきだったりとか学びだったりとか、それからこんなスタートアップいるんだというようなお話もこれから、チャレンジをされる多くの皆さんに、少しでもこう参考になればいいなと思っておりますので、ぜひ皆さんそういった形で一緒に盛り上げていきましょうということで、やっていければなと思っております。ということで、今回それから会場も KDC さんにお貸しいただきまして本当にありがとうございました。それからちょっと今ちょうど撮影をいただいている途中ですけども、リライブのチームの皆さんにも本当にお世話になりまして、いい会にできたなと思っております。ということで、引き続き、このフードテックスタジオ自体は続いてまいりますので、ご興味持っていただいた方は私でもいいですし、プレスリリースに連絡先も出てますので、ご連絡いただければということで思っております。ということで本日はありがとうございました。